どうもさんこんにちは2022合格基礎講座行政法規第1回目の講義を始めてまいります担当いたしますは歴戦任講師の豊岡と申しますどうかよろしくお願いいたしますはいそれではですね行政法規始めていきましょうで、今回からですねまあ全14回にわたりまして行政法規ですね担当試験の1科目である行政法規について 講義を行ってまいります。どうかよろしくお願いいたします。で、まず最初にですね。使用する教材を確認したいと思います。で、まずこちらですね。以上、ね。2022合格基礎テキスト行政法規ですね。こちらのテキスト、これ必ずご用意くださいね。このテキストに沿って講義を行ってまいります。で、あとこちらですね。 ちょっと重ねますけども「足別行政法規の上官」ねこれはいわゆる過去問集ですね過去問集でさらにはもう一冊ちょっとね載っけますけど「足別行政法規の下巻こちらのね「足別行政法規上巻下巻こちらは基本的にこの講座内では使用はいたしませんねこちらはね基本的に皆さんの読書用の教材という位置づけになってますのでね一応この「豪華基礎講座」お聞きになる時はですね 一番最初にご覧いただいたこちらのテキストですね合格基礎テキストこれ一冊だけでねあのよろしいですからねこれ必ずご用意くださいねそういうことよろしいですねでこの講義ですけどもこの合格基礎テキストの一応順番ですね,ね順番に従ってあの行ってまいります講義を行ってきますんでいいですねでちょこっとねこれ皆さんに中ねご覧いただきますけども,もうこの後ね もうすぐ都市計画法ですね入ってきますけどもこんな形でねピンクのマーカーでお示ししますもうちょっとめくりますとさらにこんな感じですねこれ2ページですけどもちょっとお聞きしましょうこんな形でね皆さんに覚えていただきたい歌手ですね皆さんに覚えていただきたい歌手についてはご覧のようにピンクのマーカーで私ねこうやって逐一 お示ししてきますんでね必ず皆さんの方におかれましてもねこの同じこのテキスト合格基礎テキストの該当箇所に印をつけてってください必ずつけてってくださいですね形に残すっていうのが勉強で非常に大事ですからくれぐれも読みっぱなしあるいは講義の聞きっぱなしっていうことはしないでくださいですね必ず形に残す従いまして私必ずね時間を取りながらこうやってね 皆さんちょっとマークしてくださいねってね。こんな形で皆さんにお示ししますから。ね。ですからね。あの、パソコンなり、あるいは DVD プレイヤー、プチッと止めてね。必ずこうやって印をつけていってください。で、別に私と同じピンクのマーカーである必要は全然ありませんので、ね。他の色がお好きな方はそれ使っていただいても構いませんし、あとマーカーがめんどくさいよっていう方はね、別に鉛筆でもいいです。鉛筆でね、アンダーライン引く方も結構いらっしゃいますんで、その辺は皆さんにね、お任せいたします。ただ、必ず、 こんな形でね印はつけて,ってください基本的に皆さんに覚えていただきたい重要な箇所まずこの講義内でご覧のようにお示しをしますからですねでこの講義内で取り上げる、ね、今のこのピンクのマーカーで皆さんに、ね、ご覧いただいているこれがこのね各法律の一番根っこ、ね、あるいは核と言ってもいい、ね、基本になる知識ですからこれは是非しっかりとまず押さえていただきたいんですねですね。 で一応この全14回の講義なんですけどもできればですねできればねあのお仕事持ちの方もね結構あの多いと思うんでなかなかねこうすぐに行ってわけいかないと思いますけどなるはやでなるはやでこの全14回の行政法規の講義一通り聞き終えてほしいんですよ。ですね。で聞き終えたあとはいよいよですね今度こちらねさっき皆さんにご覧いただきましたけど足別です。こちら 足別に着手してください、ね、レッグから出している過去問集の「足別」に着手をしてくださいです、ね。ですから一応基本的な流れとしてはまず全14回これをな「なるはや」です。なるはやですね。で一通り聞き終えてから足別に着手するっていう流れこれは是非ねあの踏んでください。中にはね中にはこの講義聞きながらねこの講義に合わせて足別をやるって方も時々いらっしゃるんですけど私はあまりそのやり方は進みません。 ね、やっぱりどうしてもね時間かかっちゃうんですよ足別やるとね、これもね最初なんでちょっと申し上げておきますとそうですね一回回すこの行政法規上官下官一通りやるのにだいたい個人差ありますよ個人差ありますけどだいたい2ヶ月ぐらいはかかりますかなりのボリュームあります問題量がありますから行政法規上官下官ねだから聞きながらやると相当やっぱり時間かかっちゃうで、これはやっぱり精神衛生上もあんまり良くないですね まずは一通り行政法規全14回聞き終えた後であとは足別先に専念された方が精神衛生上もいいし勉強のね進み具合もよろしいかと思いますんでねですから一応基本的な順序としてはまず行政法規全14回これはなるはいでねなるはいで一通り聞くその後は足別に着手してくださいですねで一応この足別なんですけどこれもね、まあ、今回初回ってことでちょっとご説明申し上げますけどもよいしょこちらね 一応、上巻でいきますよ。お手元にちょっとね、これご用意くださいね。上巻で、まあ、めくっていきます。まあ、端が、こんなは別に構いませんのでね。あと、まあ、目次がね、左のページ上がって、上巻の目次あと、右のね、ページですね。ちょっとちっちゃくしますよ。これ、本書の活用法ってことで、これね、いろいろ、この特に行政法規ですね。足別行政法規のね、まあ、特徴とかね、載っけてありますので、ぜひこれは必ず、ご自分で一読はしてください。いいですね。結構私ね、 ビーまと、丸々1ページね、いろいろ説明載っけてますけど、特にこのアンダーライン引いてるところですね、これはぜひね、しっかりとお読みになっておいてください。よろしいですね。こちら。ね。特にね、時々ご質問いただくんですけども、この後もね、ちょっとあの、この足別ね、中身ちょっとご覧いただきますけども、その知識ですね、この過去問、足別行政法規でね、問われている過去問の知識が、この合格基礎テキストに掲載されていない場合には、テキストなし。 っていうね、表示になってますんで。あと、その。足別にね、足別で問われている過去問の知識の関連知識です。関連知識。ね、その足別で聞かれている過去問の知識。ストレートじゃなくて、それに関連する知識が。テキストに掲載されている場合には。テキスト P ー。ま参照。この参照って言葉がつきますから。これ時々ね、ご質問いただくんですよ。あれ先生これ P ーいくつ参照って書いてあるけど、その知識載ってないよ。 これストトレートには載っけてません。ただ関連知識です。その過去問で足別のね過去問であの問われてる知識の関連知識ねこれがテキストに掲載されてる場合には参照 PX 参照こういうふうにちょっとぼやかしてのっけてありますんでですからその過去問でね問われてる知識そのものは上がってませんこの参照ページ開けてもそういうこといいですねこれちょっと気をつけておいてください。 ね、でも最初からね載っ,て載,けてない載ってないよテキストにね載ってないよっていう場合にはねさっき上でご覧いただきましたけどもうテキストなしっていうふうにはっきり明示してます。ね、ただストレートには載ってないけど一応関連知識上がってる場合には P○○○○○○○○○○○○ というね二文字がつきますから、ね、そういうことでご理解ください。ね、であと基本的には鑑定理論と同じなんですけどねちょっと上戻りますけどもこの星印ですね 星印。ね。これ3段階で表示してありますね。星3つが一番重要。次が星2つ。で、星1個が一番重要度が低いんですけどもね。一応、3つと2つはしっかり潰してください。マスターしてください。いいですね。よろしいですね。で、星1個は基本的には飛ばしても構いません。飛ばしていいです。基本的にね。細かいんですよ。細かい。ね。でも、もしですよ。もし、 星3つと2つは潰した。マスターした。ね。その上で、あの、担当本職勤までまだ時間がある。そういう場合はね、一応保険で、保険で、この星1つ、ね、無理屈抜きで頭に詰め込むっていうやり方は OK です。OK です。ね。これ、そういうやり方は OK だけど。ね。でも、基本的にはまず星3つと2つ、ね。これをしっかりマスターしてください。もう余裕がないよ。時間もないよ。そういう方は、星1個は完全に飛ばしちゃってもいいです。 ね、もう全くやらなくてもいいけど、ね、もし皆さんの中で今申し上げたようにねまだ本番まで時間がある星3つと2つはマスターした、ね、じゃあ星1個どうしようかその時はやってみてくださいその代わりも理屈抜きで丸,丸暗記ですよもう頭に詰め込んで,で試験会場に行くとね星1個に関してはですよ星1個に関してはそういうやり方も OK です、ね、また後でお話しますけど最近行政法規とにかくね細かい知識問題も平気で聞いてきますからこの星1個が役立つ場合も実はあるんですよある。 でもやっぱりね全体の知識の中で見るとやっぱこの星1個はやっぱりね細かいですよ細かいだからあんまりこれに力入れすぎると星3つと2つこれがねボヤボヤとしちゃうんですよこのね大事な知識は薄まっちゃうんですよこれはよろしくない、ね、ですから優先順位としてはまず星3つと2つこれをしっかり固めるってことですねで何回も申し上げますけどもう仕事等でね時間が取れないよ なかなかね。まとまった勉強時間取れないよ。って方はこの星1個は初めから飛ばしちゃっていいですね。当時、本試験当日までやんなくてもいいですからいいですね。この優先順位、これはぜひね。しっかりと覚えておいてください。で、あとね。これも今日あの今回初回なんで申し上げておきますと、この特に星2つですね。この2番目のこれ、結構な数があります。結構な数があります。これ問題数ねで。 星3つはね、この合格基礎講座の中でもほとんど取り上げる。そういう一番重要な基本的知識なんですよ。ね。で、星2つ。これはね、やっぱりちょっと細かい知識が入ってきます。星2つってことで。これ実は数がすごく多いんですよ。星2つ。でね、皆さんが今後ね、この合格基礎講座全14回聞き終えて、この足別に着手された時にね、星3つは合格基礎講座でもやったなと。 で星2つこれも合格基礎講座やった知識もね載ってるけどあれ全然見たことも聞いたこともない知識もねあれなんか載ってるなーっていうそういう問題がこの星2つで出てきます間違いなく出てくるんですよ。でそれは何でかっていうとねなんでそんな細かい知識もねあのこの星2つに入れてるかっていうと星1個に入れてしまうとねさっきも皆さんに申し上げた通りねもうこれ全くやらなくていいですよっていうそういう基本的なスタンスなんですよ。ですから星1個に入れてしまうとね これ全くその知識を見ないで本試験会場に皆さんが行くという当然ケースが出てきます。でも細かくてもね一応一回は見ておいてほしいなって知識も実は最近増えてるんですよ。行政法規やっぱり難しくなってきてるんでそういうのを無理っくりこの星2つの中に入れてるんですよ。そういうことだから星2つをやるとねあれこれ星1個じゃないかなと思うようなそんな細かい知識もね 入ってきますけどねもしできたらそういうことなんで一応ねあのご了解くださいですね結構大変ですよ星2つはですねまあこんなところで一応ねこれ後でまたご自分でもねお読みになってみてください基本的な構成はもちろん官邸理論のねあの足別と同じになってますからねさっきも言いましたけどこのアンドラインのところねね時にこれご質問いただくんで先生載ってないよいや違いますよ関連知識ですよそういうことねこれちょっと私の方でもね後編は皆さんにちょっと強調しておきますんで で,す、ね、であともう中身はもう皆さんね「鑑定理論」ってねもうご覧になってらっしゃると思います。ね、もう基本的な構成は同じなんですけども例えばね、えー、とこれ上巻といえば14ページですねちょっと開けますよここね14ページ。でこうねこれ問題文のすぐ右側にこの星印ですねもう皆さんねこれはもうねお分かりかと思いますけどさっきも言いましたけど星1個ですねこういうのはもう基本的に飛ばしていいですからね星3つと2つ、ね、これを優先的にまず潰してマスターしていってください。 で,す、ね、であとこれもう皆さんご存知の通り向かって右側がね左の問題の解答解説になってますで特にこのバッテン誤りのやつねの時はぜひこの解説しっかり読んでどこが誤りなのかこれをしっかりと抑える癖をつけてくださいいいですね皆さんの中に受講生産の中にね問題読んで解説読んであこれ丸ねこれ罰ね×ねですぐ終わらせて次の問題いっちゃう方結構 実を言うと少なくなくいんんでですよこれではは知識は身につきません、ね、誤りであれば、ね、罰であればその、この問題文の中のどの箇所が誤りなのか、そこをしっくりえぐり出すんですよ。誤,誤ってる箇所、間違ってる箇所。で、それを意識的に覚える。ね、ここまでやって初めて、この誤りの足、ねまあ、足って呼んじゃいますけど、ね、これを抑えたということが言えますんで。 ただ、問題読んで、ね、解説読んで、あ、これ×ね、はい、次って感じでやってたら、いつまで経っても知識は定着しませんから。特に、この×点、ね、で、×点のね、足の場合には、どこが×点なのか。例えばね、この後また、もうすぐ都市計画を入ってきますけど、これ、えっ、ー、と、35番ですね、これね。準都市計画区域については、都市計画に高度地区または高度領地区を定めることができる。これ、平成23年の6問目の井の足で出題されたんですけども、これ、誤り。 で、どこが誤りかというと、これ、準都市計画区域、この後ね、すぐやりますけども、高度地区、これは OK なんですよ。定めることができる。でも、もう一個の高度領地区、これは定めることできないよ。ここなんですよ。ね。ここをしっかり、あ、高度領地区はダメだったな。準都市計画区域に定めることはできないんだな。ここまでしっかり押さえてください。いいですね。誤、ね、誤りであれば、誤りの箇所をしっかりえぐり出して、そこを意識的に覚えるってこと。よしですね。こちらね。 ぜひしっっかりとやいいてください、ね、あとさっきも言いましたけどテキストねこれ載っけてませんので載っけてなければちゃんと正直に <laughs> ちゃんと申告してますんでテキストないよ、ね、こちらもそう、ね、結構こういうのちょこちょこ載っけてますけど、ね、でも是非しっかりとねこれまあ一応補修2つなんで若干ね細かくなりますけどやっぱり今の試験の傾向化するとね載っけてないけどやっぱりね皆さんに押さえていただきたいということで足別に載っけてる掲載してるそういうことねよしですねであと最後 ね、特にこのテキストにね載ってる知識の場合ですね例えば次の30というの36番こちらねこちらで、ね、場合であれば必ずこのテキスト当然皆さんご存知の合格基礎テキストですここを開けて印をつけてくださいいいですねで大半はさっきも申し上げましたようにね大体星3つとあと星2つのある程度のねあの部分についてはね大体この講義の中でもうテキストに印つけますから さっきご覧いただいたただように私がもうに私もピンクのマーカーでつけてますから新しくね皆さんが印をつける問題ってそんなに多くないと思うけどだでもその一方でねさっきも申し上げたように星2つの中には結構細かいテキストにねちょっとギリギリのっけてるかなっていう感じの結構細かい知識問題もね掲載してありますんでそういう問題は当然この講義内では取り上げません。ですからそれは皆さんがご自分で足別やりながらテキスト開けて印をつけてほしいんですよ。でですねでそれをやると ね、どうなるか、ね、一応ここまでやってくださいね必ず最後テキスト開けてのっけてないこれはしょうがないんで、ね、これテキスト載のっけてるの、ね、ってるよってやつは必ず開けて印つけてもう大半はねこれ合格、ね、この合格基礎講座の中でもね私がピンクのマーカーでねもうあのお示ししてると思いますもうマークしてると思いますけどもしマークしてなかったら、ね、ご自分で印をつけるあと、ね、場合によっては書き込みをするそうやって該当箇所にこの 過去問で問われている知識をしっかりと集約してください。集約をする。で、これをやると、どんなメリットがあるかというと、情報が一つのツールに集約できるでしょ。ね。一つのツールっていうのはここで言えば、合格基礎テキストです。ね。あの、試験勉強で大事なのは、ね、あれも見て、これも見て、あっちも読んで、こっちも読んで、ね、こういうね、いろんな資料を読む勉強ってダメなんですよ。効率が悪い。ね。知識を、 1> 1個の教材ねだけ見ればいいいじゃないですか、ね、だからこの足別をやる最終的に皆さんにね足別をやっていただきますけど、ね、もし合格基礎テキストにまだマークしてないて、ね、知識があればそれは皆さんご自分で、ね、マークをしたりあるいは必要に応じてこう書き込んだりとかしてもらえば知識は全部この合格基礎テキストだけに集約されますからあとは皆さんね あのお仕事等でねお忙しくてなかなかねこのテキストを読む時間なくてもこれ一冊に集約しちゃえば合格基礎テキストだけ常に携えて電車の中バスの中あるいは自宅だって例えばトイレ入る時だってペラペラと見ていけば重要な知識全部この合格基礎テキスト中に載ってますからあとそれを覚えるだけですよそういうことだからお仕事されてる方もねとにかくねこの情報この合格基礎テキスト一つにねこれ集約しちゃえば あとはそれをね時間を見ながらペラ,ペラ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 めくっていけばお仕事をしたって必ず行政法規の勉強は進められるってこと特にこれは2次の論文式試験の時に当てはまりますから2次になると4科目になるでしょさらに勉強のボリュームが増えるんですよその時にあれもやってこれもやってこっちも読んであっちも読んでそんなやってたらもういつまでたっても知識は定着しませんから、ね、どれか1個、ね、まだ論文の時はお話しますけど例えば民法であれば。 家家民法っていうねうちの決定版の教材があるんでその中に知識全部集約しちゃえばあとはもう時間見ながらペラ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 口角だけめくっていけば民法はもう完璧ですよそういうこといいですねだから情報は一つのツールに集約する、ね、これもぜひ意識なさっとりあえず合格基礎講座全14回をなるはゆでちょっとしつこいですけどなるはゆで聞いていただいてその後は足別強制法規に着手する。 でその時、やり方については今お話し,しました。ね。星3つと2つ。というかこれをしっかりマスターする。ね。で、特に誤りの問題の時には、ちゃんと解説読んで、どの箇所が誤りなのか、それをしっかりえぐり出す。で、最後は必ず合格基礎テキストに立ち返って、ページを開けて、ね。もしまだマークしてなければマークをする。また必要があれば書き込む。ね。そこまでやって初めて、戻りますよ。一つの問題の検討が 終わったというふうにご理解ください。結構大変ですよ。いいですね。そういうこと。こんなところですね。一応こんなところです。まあずいろいろ喋りましたけど。で、あとこの後ですね、ちょっといくつかですね、ちょっと思いつくままね、まあ、今回紹介いうことで、ちょっと皆さんに大事なポイントですね、ねまあ、注意点って申し上げてもいいんですけど、これをね、お話ししたいと思います。で、一応ですね、この合格基礎テキストも、そして足別もですね、一応鑑定理論と同じくですね、一応令和2年までのね、 あの情報ね、あの本試験問題をね、一応集約してあります。ね、一応、これ、まあ、テキストのね、制作時期等の関係でね。一応、令和2年までということなんで、一応、これはあの、ご承知おきください。一応、鑑定料と行政法規制合わせてありますんで。で、じゃあ、令和3年、どうするんだよ。で、これにつきましては、年末のあの担当総まとめ講座だとか。ね、あるいは、年明けの担当実践答練等の中であの、取り上げますから。全然心配しなくていいです。よせすね。とりあえず。 この、ね、講義の中では令和2年まで、ね、の過去問の知識を皆さんにしっかりとお話をしてきますんで、ね、それ令和3年につきましては担当総まとめ等の中でお話をします。であともう一点行政法規やっこの改正もですねこれはあの年末ですね年末ですねにあの行政法規の改正対策講座っていうのがありますからそこで全部まとめて皆さんの方にお話をいたしますんで、ね、だからその改正点も全然気にしなくていいです。 ですから今とにかくこの合格基礎テキストと足別ねこれをマスターすることだけに集中してくださいね令和3年の新しい情報さらにはあの行政法規の新しい改正点につきましてはねまたお祝いおい別の講座でしっかりと皆さんにお話しますから全然心配いりませんそうですねであとねそうですねこれも皆さんもね既にご存知かもしれませんけど特にここ直近そうですね直近3年ぐらいは とにかくくくこのの行政法規はものすごく難しくなってます本試験、ね、でまたこれね詳しい情報はね国交省のホームページ見ていただきますとねあのいろんな、ね、あの数字も出てますけども行政法規のここ直近3年のねあの平均点受験生の平均点が50点の前半の点数なんですよ。本文ちょい。これが受験生の平均点です。それに対して鑑定理論はねこれも、ね、時間あったら国交省のデータ見てほしいんですけど7割弱ぐらいです。 平均点。鑑定料だからものすごい開きがありますね行。だから明らかにも行政法規が難しくて、鑑定理論が優しいと。そういう形でもうここ3年、すっかり定着しました。いいですね。ですからまず、行政法規難しいな。ね。これはぜひ、ね、モニーさんで、ね、いろんな形でお聞きになってらっしゃると思うんですけども、しっかりと知っておいてください。肝に銘じておいてください。甘くないよってこと。甘くないよ。いいですね。これね。で、あと、 行政法規なんですけど一応国交省が発表してるねあの出題の対象となっている法律の数全部で37あるんですよ都市計画法から始まって最後不動産証券化関連法令まで全部合わせると37の法律がその行政法規の出題範囲に入ってるんですねでも全部をベターとはやる必要ないしやりませんメリハリつけますやっぱりね行政法規今最初に申し上げたように難しいですで加えてとにかく範囲 量が膨大なんですよ膨大だから全部をベタッとやってたら時間切れになりますまた大事なところの知識は薄まっちゃうんですよこれよろしくないだからやるべき法律取るべき法律はしっかりやるでもその反面切り捨てるべき法律は切り捨てますからねまたこのあと具体的にお話し,しますけどメリハリをつけてきます行政法規はとにかくこのメリハリをつけるっていうのも覚えておいてくださいこれも大事なねポイントになってきますですね だから取るるべき法律はやるまた取るべき法律の中でもうちょっと言うとねあのここの分野はねこの法律の中のこの分野はちょっと細かいんでねあのやんなくていいよあるいは仮に出てもみんな取れないからやんなくていいよ、ね、そういう形で取るべき法律の中でも分野に応じて私は徹底的にメリハリつきますからこれも知っておいてくださいですねだから取るべき法律はやる、ね、その一方でその取るべき法律の中でも、ね、細かい分野出ても ね、みんなが取れないなってそういうところはもう思い切って削りますからだから本当にメリハリつけて取るべき知識をしっかり押さえてくださいこれが一番合理的いいですねで例えばねちょっとあんまり抽象的に喋っていると皆さんもねピンとこないかもしれないんでちょっとこちらねちょっと図を描きますよいしょテキストねこれ合格したテキストこの後入ってきますちょっとねページめくってください 箸書きですねでここちょっと上ね余白がありますんでちょっとねこんな図を描きます。ピラミッドです一番上が A 次が B 一番下が C、ね。A が一番重要な知識です。B が2番目 C が一番重要度が低いですね。 で、その時に、どっから勉強するか。私言いましたね。メリハリなんですよ。メリハリ。取るべきとこは取る。切り捨てるべきところは切り捨てる。ね。当然、やっぱり、こっからやるんですよ。試験勉強って。一番重要なところからやるの。ですね。で、大体この B の中間ぐらいまで来たところで、大体もう時間切れで本試験突入ですよ。でも、ね、仮に B の残りとか C 全くやってなくても、この人は受かります。受かる。なんで、 だって重要なところはしっかり押さえてるからです。そうでしょ？でそれに対してね、特にあの独学でね、独学で勉強される方に多いんですけど、こっからやる方結構多いですね、独学者。スミックから。要するにテキストを1ページ目からベターと読んでいく、あるいは問題集を1問一問目からベターと解いていく。こういうね、全然重要度を意識しない勉強。これやるとやっぱりこれぐらいまでかな。 ね、もちろん大事なところもやるけど大半が、ね、重要度の低いところに時間かけてしまって大体この真ん中あたりでやっぱり時間切れで本試験突入で大体玉砕です落ちるだって重要なところしっかり襲ってないもんそういうこといいですねだからこのピラミッドでねあ,あそうかあの A ランクから潰すんだな、ね、メリハリつけてね大事なところからやるんだなこれはぜひしっかりとねこれは覚えておいてください でねこれ行政法規あの税法が出るんですけど税法の一つにね法人税法っていうのがあるんですよこれまた後ろでね講義の中で具体的にやりますけどもねこれ一応法人税法と思ってください。法法法人人税税、ね、当然これれに課税されるやつですね法法人税法でねなんと法人税法の中の 50条ってあるんですよ法人税法毎年1問出るんですよ行政を起きてでも出題される範囲が50条だけなんですよ他のここ残りのところから出ません一切出てないんですよってことは法人税法については50条の知識だけ抑えれば1問取れちゃうんですよその時にこんなよ他の予見とかやりますかってことですよ やるいいませんよねそういうことだからまさに法人税法について言えばこの50条こそが A ランクっていうこと、ね。だから、ね、この「あ行政法規37の法律から出るんだな」全部やんなきゃいけないんだなとんでもない間違いってことメリハリをつけるですねこれある意味あの事務処理能力にも通じるのかなと私は思ってます皆さんが鑑定士をおなりになれば当然タイトな時間内で膨大な仕事をこなさなきゃいけない。 その時やっぱり、ね、大事になってくるのが、ね、やっぱり優先順位ですよちゃんとプライオリティを考えてあの仕事ができるかってことおそらく国交省はその担当のね段階からやっぱり皆さんにそれもね求めてるんじゃないのかなと私はちょっとこういうふうにちょっと善意に解釈してますけど、ね、やっぱり優先順位これは大事ですいいですねであとねもう結構喋ってますねあともうちょっとね申し上げておきますとこの行政法規勉強する時のポイントねこれもぜひしっかり覚えておいてください 知識は、ね、あの正確に覚えてください理解はざっくりでいい。でです理解ざっくりいいだから整理すると理解はざっくりしかし知識は正確にこれをぜひスローガンにしてこれから1年間、ね、行政放棄の勉強をやっていってください。ね、全部を正確に、ね、全部の制度あるいは全部の条文正確に理解することは絶対できません。 またそれだけの本もあの書店行ったって出回ってません。そうでしょう私もだから実際わかんない時は役所に電話かけていろいろ聞いたりとかするんですよ。ね。だから皆さんが全部の条文を正確に理解することは絶対できないし、またその必要もありません。ね。その代わり、その代わりですよ。知識は正確に覚えとかないと。ね。問題解けませんから。だから理解はざっくりでいいです。ざっくりです。正確な理解求められてないし、その必要もない。でも知識は正確にっていうのはぜひ意識してください。 で,す、ね、であと最後もう一点で、ね、これで終わりますけどもこの行政法規につきましてはねはっきり言って覚えるだけなんですよ。覚えるだけ理論と違うんですよ理論は理解して覚える、ね、こういう段階が必要でしょ行政法規ははっきり言って試験で出るる条文を覚えるだけです覚えるだ,けだからある意味理論よりも追い込みは効くんですよ 4月の下旬あるいは5月の上旬になってギリギリね休みとか取って一生懸命行政法規詰め込んで受かっていくって方も決して少なくない追い込みは効く覚えるだけだからいいですねだけどもちろんだからといってのんびりやってたら、ね、時間切れになっちゃいますからねでねこの行政法規ですけど細く長くを意識してみてください覚えるだけだからねとにかく細く長くでいいんですよ細くっていうのは一日時間短くてもいいです行政法規にかけける時間短くてもいいだけど 長く、長くっていうのはね、これちょっと説明加えますと、休まないってこと。休まない。やっぱり休んじゃうと、ね、忘れちゃうんですよ。ね、だから例えば、昨日一生懸命やったけど、今日ね、ちょっと遊んで休んじゃった。すると、次の日、勉強するときに、二日前に戻んなきゃいけないでしょ。で、下手すると、二日前の知識思い出すだけで、次の日の翌日の勉強終わっちゃいかれないでしょ。新しい内容入れないで終わっちゃう可能性あるわけですよ。これじゃ、 効率的な勉強できませんから。特に行政放棄時間経ったらね、どんな人でも絶対忘れます。はっきり言うけど。ね、だから、行政放棄休まない。これをぜひね、ちょっと意識してください。細く長くでいいです。時間がなければ、特に仕事持ってらっしゃる方、ね、に申し上げますけども、一日、場合によってはですよ、場合によっては5分、10分でもいいから、それを休まず毎日コツ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 と担当本試験まで続けてください。そしたら絶対行政放棄取れますから。いいですね。 でこれもね、あの理論の方からもね、あの川原先生からも聞いてらっしゃるかもしれませんけども、一応ですね、一応の目安として、理論と行政法規、合わせて7割ですね、7割、140点、ね。一応これを目安に勉強を進めていってください。140を取ってね、落ちることはまずないですね。国交省もおおむね7割を合格点とすると、はっきり、ね、言ってますから。ね、ただ、その内訳はちょっと違います。理論はね、やっぱりさっきも申し上げたように、ね、最近、平均点も高い。 問題も優しい。だから、八割。八割。で、それに対して、行政法規もこれさっき申し上げましたけど、ね。あの平均点が五十点前半なんて、一応。六割。六割。合わせて。七割。百四十。こういうね、これを一応の目安にして、やっていってください。よろしいですね。行政法規六割。ですね。以上です。ずいぶんいろいろ喋りましたけど。ね。こんなとこです。じゃあ、あこの後ですね。具体的に中身に入っていきましょう。またね。あの。 気がついたらねまだその講義の中で順々にまた皆さんにねお伝えしていきますんで是非ちゃんと皆さんメモ取ってますね大丈夫ですねさっき言ったように形に残してくださいねあ聞きっぽいウィっぽ絶対ダメですからねですねじゃあ中身にね入っていきましょうでちょっとページめくっていってくださいこれね、まあ、目次これめくっていきますとこちらです ちょっとここまでね、ちょっとまず最初お話をしておきたいと思います。よいしょ。こちら。見えますかね。よいしょ。この目次のすぐ後ろですね。この目次。ね。のすぐ後ろ。裏のページめくってください。そうすると、左のページですね。こちらに、出題法令英軍編というのが出てきます。で、向かって右のページが。b. 軍編ですね。で、これちょっとね、ご説明しておきます。 上はこれねお分かりの通り過去10年間のこれ出題年度です出題年度一応さっきも言いましたけどこのテキストねこれ制作時期等の関係で一応令和2年までねこれ載っけてありますんでねでもう一度っとょういいかな丸は出題されたってことでこれ都市計画法ねこれこの5っていうのは5問って意味です都市計画法から5問出題されていますで建築基準ごめんなさいもう一度っと教ういいですねごめんなさい で,す、ね、で続いて建築基準法もね5問です。で都市核整理法2問都市再開発法2問、ね、一応これがあの従来のこれ出題パターンなんですけどただねちょこっと細かいことを言うとねこの令和2年ですね令和2年につきましてはねこの都市法は2問だったたんだだけど都市再開発法が1問でした、ね、だから若干最近ねちょっとあの変わってはきてるけどでも基本的なね出題問題数としてはね まず時計と献記だけでこれね10問ねあと土地格整理法都市再からそう一応2問ずつってことで一応ね軽く頭に入れといてくださいですねで他ずっと1問ですでまたちょっとね飛んで今度不動産の鑑定評価に関する法律、ね、これもやっぱ2問例年出てますでずっと下降りていっていただいて全部これ1問ですよこれね出てますからねであと下からこれ2つ、ね、一番下の不動産登記法下から2段目の土地収容法これ基本的にバッテン バッテンいうのはやらなくていいです、これ。飛ばしてください。さっき私メリハリをつけるよって言ったでしょね。ここは基本的に飛ばしていいです。不動産投機法。これ結構範囲広いし、特に最近ね、すごく細かい知識を聞いてくるんですよ。だから費用対効果を考えるとね、毎年一問は出るんだけども、ここで時間と労力をね、費やすのは得策じゃないな。費用対効果っていう点でやんなくていいよ。もちろん、皆さんの中で宅建ね、 おやりになった方多いと思うんですよ。また他のね、資格試験でね、不動産投機を勉強したよって方は、その知識だけを使って、本試験受けてください。不動産東京法の問題を取り組んでください。要するに、新たに行政法規の不動産登記法特有の勉強はしなくていいよってこと。ね、他の国家試験で既にね、不動産登記法を勉強したんであれば、その既存の知識だけを大事にして、あの、本試験、ね、の問題、不動産登記法の問題を解いてください。 そういうこと。ですね。あと、下から見た目の土地収容法。これはね、他の国家試験で勉強したって方、あまりいらっしゃらないと思うんですよ。ね。ただ、これもね、範囲が広いです。とにかく広い。ね。で、結構難しいです。したがって、やっぱり費用対効果っていう点でバツ飛ばしていいよってこと。ね。次。で、今度右のページ行きますよ。で、こちらが B 群です。B 群で、A 軍がこれ、毎年出るやつです。ね。全部あるでしょ。で、B 群 これなんか無宿になってますね。こちらは年によって出たり出なかったりするやつ。これを B 群ンというふうに一応便宜上呼んでます。ね、でこれもちょっと大きくしますよ。よいしょ。でこれまず上からね。いち一番上の、えー、と都市緑地法と上から二段目景観法。これねこの矢印どんな意味かというとこれちょっと下見てくださいね。これ米印です。都市緑地法と景観法はどちらか一方が出るよってこと。ね。これそういう意味です。 どちらか一方どちらか一方ってのはこれ見てくださいねだからよいしょこれ見ていただくと景観法が出た時は都市緑調がお休み都市緑調が出た時は景観法がお休みそういうことねこれがこの下の説明のどちらか一方がその意味です、ね、ただねこれ令和2年は同時に出ました、ね、だから今後またちょっとねこの資材パターンちょっと変わっていくのかもしれませんけど一応従来はねこんな形でね どちらか一方が出るよ。そういうパターンで出てます。いいですね。で、あとずっと下降りてって、あと道路法と河川法等ですね。これ河川法等の等っていうのが海岸法とこういう水面埋め立て法っていう法律を指してるんですよ。で、これもやっぱり、これ、交互です。交互で。どちらか一方が出ると他方お休みってこと。こんな感じで。でこれずっと続いてますね。こんな感じで。面白いでしょう、これね。あとこっちもそう。自然公園法と自然環境保全法。これも同じなんですよ。やっぱり一方が出ると他方お休み。 他方方がが出ると一方がお休みこれ、これそういうパターンです。ね、一応これ3つですね。都市緑調と景観法、道路法と河川法と、あと自然公園法と自然環境保全法、ね。これが一応基本的にはどちらか一方が出ると他方お休みと。そういうパターンです。で、あと一番下。4つ。これ一括クリしました。資産の流動化に関する法律から一番下の金融商品取引法。これ4つを総称して、不動産証券化関連法令と呼んでます。でこれも ですね、さっっきの左の左不動産を都市法と同じやっぱりこれ費用対効果です費用対効果もちろん皆さんが鑑定士にねおなりになった時はねこの辺の知識やっぱりね,ねこれ必要になってくるかと思いますけどただ今はまだねとにかく受かるのがもう先決だから、ね、もうとにかく、ね、効率的に受かるっていう点からいけばこのね不動産証券化関連法令飛ばした方が得策ですやっぱ費用対効果です。ね じゃこよせですけね。そうすると、一応全部まとめると、罰が3つですね。この不動産証券化関連法令。あと、左の英軍の土地収容法と不動産投機法。この3つが一応ね、これ、罰になってて。私これね、あの、裏三兄弟って呼んでます。裏三兄弟。表じゃなくて裏。ね。もっと基本的に飛ばしていいよ。やんなくていいよってこと。これは私が作ったか、ね、勝手に作った言葉ですけど。ね。この裏三兄弟飛ばしていいです。で、それ以外の 法律はしっかりやりやますんでいいですね。こちら。で、こういうふうに言うと皆さんね、いや、それ裏三兄弟の先生ちゃんとやった方がいいんじゃないのって皆さん思うでしょ。それはもう、もう、至極当然なんですよ。でも、ね、いずれこの後、ね、どんどん行政法規の勉強が進んでいくと、皆さん、お分かりになりますよ。あ、やっぱやんない方がいいね。<laughs> 絶対分かりますから。それぐらいボリュームありますよ。最初は皆さんね、頑張るぞって感じでね、もう何でも来いって感じでね、 あのね、始めるこれはいいんですよこれは大事なことだし素晴らしいことなんだけどだんだんとねこう回数を追うごとに、ね、講義もだんだん進んでいくとだんだん皆さんねげっそりしていくるんですよ特にこれレックの水道橋本校で私ネ講義なんかやるとね毎年実感するんですけどだんだんね回,回,回が進んでいくとだんだん皆さん手が重くなってきて顔もだんだん表情が冴えなくなるで最後の10回以降になるとねもう皆さんもだんだん手が止まってくる人が出てくるんですよもう先生もやめようよみたいな感じになってくるんですよそれぐらいボリュームありますから。 だかからら、ね、この裏三兄弟は本本当にに、ね、最初基的手けでもし必要があれば必要があればね、えー、2022年ですね皆さんが受験なさる2022年の本試験直前に一応この裏三兄弟についてね私の方で、ね、一応これだけ覚えてねって形でね知っと知識を最小限に絞って提供することはあるかもしれませんけど、ね、そうでない限りは基本的にやらなくていいですから要す先生、ね、他のよ法律やってください。 ね、もっと言うならばねもう鑑定理論やってください鑑定理論は当然担当だけじゃありませんからそういうこともちろん行政置きもやらないとダメですよ行政置きもやらないとねあの140いきませんから要するですねそういうことです一応ね大事なお話、まあ、ずっとねもう40分ですかねお話をいたしましたぜひしっかりと覚えておいてくださいねじゃあちょっとここで一息入れます はい。それでは第2ユニットに参りましょう。ではですね、またちょっとテキスト続けていきますよ。どんどん見ていきますからね。でね、先ほど B 群編までお話をいたしました。で、またちょっとページめくってください。そうすると今度裏のページですね、ここに参考資料の1っていうのが出てきますね。で、ここからまたちょっと見ていきます。で、ここのタイトルですね。これ、行政法規で頻繁に出てくる言葉のイメージ。イメージ。 これが大事なんですよ。大事なの。ね。これ。要するですね。さっき言ったように、行政法規って正確な理解はできないし、また求められてない。でも、ね。これ、単なる暗記では、なかなかね、この膨大な知識、ね、抑えるってのは難しいんですよ。じゃあ、その時どうしたらいいのか。ね。イメージです。イメージ。これをぜひ対応してください。この後またね、それぞれの箇所で、ここの制度は、 この条文はこういうイメージで覚えてねってことをお示ししてきますから。それで覚えてください。そうすると全然知識の定着が変わってくるから。正確な理解なくなくてもそのイメージさえあれば知識としてしっかりね、あの、抑えられますから。いいですね。とにかく行政法規はイメージ。ね。で、まず1個目からいきますよ。これ広告。広告。 ね、これもねこのあと数えきれないくらいねあのいろんな法律で出てきますけど広告っていうのは官報これ皆さんご存知ですね政府の出す新聞ですこれねこちらであと新聞これ一般紙ですであと広報これ何かというと地方公共団体が官報に準じて発行するものねこれ広報って呼んでますあるいはインターネットね今いろんな地方公共団体もねそれぞれホームページ持ってますよねいろんな市区町村もねこれねそれぞれへの掲載これが 広広告告ってことでですねで一番古典的なのが一番最後です市町村役場の掲示板への掲示これが一番古典的ですね広告って言ったらねでも今も本当にインターネットも発達してるんでねこちらこれもあの広告に入ってきますんでいいですねこれだからこれねいろんな手段使ってねこの広く国民に発表するとそんなイメージでこの広告押さえといてくださいいでしょね で、次、今度はね、丸二です。今度、従覧。従覧。ね。で、従覧と閲覧。これ、どう違うのかなこれもちょっとね、見ておきますよ。観光庁などが広く情報を住民に見せる、見せる場合。これを従覧って呼んでます。で、その、それに対して閲覧とは、利害関係者、ね、住民ですよ。から、観光庁などに逆に請求をして、情報を見る場合。これを閲覧って呼んでます。これが、今お話したのが、 一般的なな意味における従覧と閲覧なんですよ、ね、役所の方が、ね、これ住民に見せるこれが住卵。で逆に住民の方から見せたよ、ね、こういう役所に請求するこれが閲覧ってことこれが一般的な意味。ただねまたこれあの地方税法でねやるんですけどもこれ地方税法ってあるんですね。これこ,こでね「縦覧閲覧」って言葉がやっぱり出てくるんだけど上のね一般的な意味とはちょっと違うんですよ。 で、一応これここに載っけてありますんで、ちょっと一回だけ見ておきますね。で、上記の一般的な縦覧閲覧とは別に、地方税法における縦覧閲覧っていうのがあるよ。ね。で、どういうことかというと、地方税法における縦覧とは、納税者に土地家屋価格と、えっと、従覧帳簿を見せて、事故の土地や家屋の評価額と、他の土地や家屋の評価額と比較させることによって、 事故の土地や家屋の評価額が果たして適正かどうか、これを確認させるもので、で閲覧とは、納税者に固定資産課税台帳を見せて、そこに記載された事故のみです。だからさっきの上と違って他のところとはわかんないんですよ。これ他の土地とか家屋とか、これ見れません。分かりません。ね。事故のみの土地、家屋の課税内容を確認させるもの。これが地方税法でいう閲覧だよってことで。 だから上の一般的な意味とちょっと違うでしょ。ね。まあこれはまあ地方税法特有のこれ言葉の意味ですね。これは。ね。まあちょっと一回軽くね、頭入れとけばよろしいかなと思います。で次、今度丸三です。これ大事です。これしっかりと頭入れてください。まず、括弧一の許可。で、括弧二の認可。で、括弧三の承認。で、括弧四の届け出。ね。これ。4つある。これ全部人、いわゆる手続きですよね。 手続き。ね。これ、許可とか認可とか、そうでしょ。ね。で、一応4つ、これ並べてるんですけども、これ、ちょっと米印見てくださいね。カッコ1。カッコ1ってこれ、許可ね。これが一番規制が厳しいんだよ。手続きの規制が一番厳しいんだよってこと。で、カッコ2、カッコ3。えっ、ー、と、すなわち、認可と承認ね。これが一応、規制のレベルとしては中間だよってこと。で、カッコ4。届けでね。これが一番、規制のレベルとしては緩いんだよっていうことで、ね。これ、ぜひ、 このイメージですね特にねちょっと指示つけますよ許可これとにかく規制が一番厳しいんですよこれでご覧ください原則禁止なんですよ許可っていうのは原則禁止を例外的に解くこれをね許可って呼んでます許可具体例としてはこれです車の免許とか医師免許ねこれ一般的にそれぞれ免許って言ってるけど これ法律上は許許可可なんですよ許可だからこれ車の免許を持たない人は基本的に運転しちゃダメでしょでこれを例外的に運転していいよねするのが許可だからだから免許ってこと、ね、これ原則禁止ですで医師免許もそうです名前は免許だけどこれも許可どういうことかというと医師免許を持たない人は治療行為をやっちゃダメでしょ、ね、だけど例外的にやっていいよ、ね、これは許可だから医師免許はまさに許可なんですよ ね。だから、共に原則はやっちゃダメ。原則禁止。これを例外的にやっていいよ。ね。この禁止を解くのを許可って言いますから。一番規制が厳しいんですよ。これはしっかり覚えておいてください。もうこの後ね、いろんな法律でこの許可ってのがもう数え切れないくらい顔出しますから。出てきたら、あ、一番規制のレベルが厳しいやつだな。原則禁止を例外的に解くやつだな。ね。これはわかるようにしといてください。で、あと次の中間レベル。カッコ2カッコ3なんですけど、これ認可と承認。ね。で、これね、 一応原則両方ともやっていいよ。ね。これ。ただそれについて一応ね、これ、後からお墨付きをもらう。そんなイメージです、これ、両方とも。認可してもらう。承認してもらう。ね。ともに一応原則やっていいんですよ。ただ、全く野放しにはできませんから。一応、認可をもらいなさい。承認をもらいなさい。ということで。ね。で、これね、厳密にいくとここに上がってますけど、法律行為に対する同意。これが認可です。で、それに対して、事実行為に対する同意。 これが承認ってことなんだけど、ただこれね、あの民法ですね。民法をやらないとね、いきなり法律行為って言われても、あるいは事実行為って言われても、ちょっとピンとこないんで。だから別にここは別に無理に覚えなくていいです。ただちょっと、同意のね、これ後からのお墨付きである同意の対象がちょっと違うんだな。だから認可と承認に分かれるんだな。でこれだけ覚えておけば OK です。一応共に原則やっていいよ。OK だよ。ね、ただ、全くね、のしじゃなくて、一応ね、これ、同意。 これもらいなさい。これが認可であり、また承認なんだな。この辺のイメージは押さえておいてください。あと一番緩いのが届けで。これはもうここに上がってますけど、監督官庁への通知です。ね。あの、婚姻届とかあんなのイメージしてみてください。ね。基本的に。あれ、形式面しかチェックしないでしょ。ね。あれ、一番緩いんですよ。規制がね。で、次。今度 ④、丸四これも大事です。勧告と命令。これもね、この後、いろんな法律で顔出します。ね。で、 韓国は法的強制力がありません。したがって違反しても罰則ありません。ね。だから強いて言うと、これ米印ですね。強い要望。こうしてよ。ね。そんなイメージでこれ覚えておいてください。それが韓国です。韓国。それに対して命令。命令。これもね、この五朝から言ってもね、なんかちょっと厳しそうだなって皆さんお感じになると思うんですけど、こちらは法的強制力があります。従って違反すると罰則の適用があるよってこと。だから全然違うでしょ。これね。 だから例えば避難勧告の場合はこっちですよ法的強制力ない違反しても罰則ないよ、ね、それに対して例えば避難命令とか言うんであればこちらは法的強制力があるから違反した場合には罰則の適用があるよ、ね、そんなイメージでこれ2つね押さえておいてください大事ですこれもあと一番下のこれね政令指定都市とかあと中核市とかこれ人口ですね人口で分かれるよとこれはまあ一回目通しておけばいいですね ちなみに、政令指定都市ですね。これ、いろんな種類ですね。ネットで調べると、いろんなに出てきますよね。横浜市とか、ああいう人口多いところですね。50万以上。で、これ、都道府県から広範な事務以上を受けるってことで。だから、これ、都道府県レベルと同じぐらいの権限を持ってるんですね。政令指定都市って人口が多いんで。ね。まあ、これ、一回、目通しとけば OK でしょう。ね。こんなところです。とにかくね、ここ、今、ざっと見てきましたけど、ね。これ、行政法規で本当頻繁にね、これ、顔出しますんでね。これは、ね。 ぜひこの言葉を馴染んでいってくださいあと右のページこちらが参考資料の2の方ですね今度は右のページでご覧くださいでこれね土地区画整理法都市再開発法マンションの建て替え等の円滑化に関する法律ってことで3つの法律がここに上がってます上がってますでこれ3つともまたねそれぞれの箇所でお話しいたしますけども これです手続き法って言います。手続き法。3つとも。3つとも。だから、ここね、ご覧ください。この図が、もうちょっと落ちっい方がいいかな。図が上がってるでしょ。これ、上から下に、これ矢印が書いてあるでしょ。ね。これ、手続きの流れを示してるんですよ。上から下に時間が流れていくと思ってください。これ、時系列です。ね。上から下に時間が流れていく。この手続きの流れを、これ、図でお示ししてるんですよ。3つとも。 手続き法って言いますす手続きを定めてますまたそれぞれの歌詞で詳しくやりますけど土地区画整理法っていうのはねこれ皆さんよくお聞きになるかと思うんですけどいわゆる区画整理です土地の区画整理ねこれをねあの対象とする法律で都市再開発法これもね皆さん結構ね耳にされるかと思いますけど例えばこれ駅前の再開発ですよ駅前の再開発ねあれあれをね対象とする法律 あと、円滑化法。これで上のマンションの建て替え等の円滑化に関する法律ってことで、これも名前の通りです。これ、マンションの建て替えに関する、これ、法律なんですよ。ね、またそれぞれの歌詞で詳しくありますけど、全部手続き法。だから、手続法だから、すぐに終わんないんですよ。ね、時間がかかる。そうすると、今、ど、その一連の手続きの中のどのレベルなのか、どの段階なのか、ね、これをしっかりと、 時系列に沿って抑えることがね、必要になってきます。そういうこと。ね。で、実を言うとこの3つ、非常に手続きの流れが似てるんですよ。またその時やりますから。ね。とりあえずこの3つ、ね。あ、手続き法だな。手続きの流れを定めた法律なんだな。これだけちょっと軽く頭入れといてください。ね。あとすぐ下。こちらもそうです。こちらもこの3つ。上のね。土地格整理法、都市再開発法、そしてマンションの建て替え等の円滑化に関する法律。これ3つ。 私これね手続き三兄弟って呼んでますもうめんどくさいんで手続き三兄弟ってねこれ下もそうですこれも手続き三兄弟ですでこれねこれ組合っていうのを作って行っていく場合これ組合施工って言いますまたそれぞれの貸しで詳しくありますけどこの場合の比較を整理してますでねこの表非常に大事なんで最終的にはねちょっとねこの四角の中これ埋められるようにしてってくださいねまたそれぞれの時やりますからいいですね これ大事ですよ3つ3つ。手続き三兄弟の組合施工この違いをこうやってねまとめた表なんですけどいいですねちょっと軽く頭入れといてくださいでちょっと上戻りますけどこれ手続き三兄弟ですよって言ったでねちょっとこのテキスト前の方をお戻りください目次ですねこちら目次の一番最初よいしょ、見てくださいでまず一番最初この後ね入っていきますけど都市計画法で2つ目が建築基準法で 3番、4番、5番が、今私がお話をした、手続き3兄弟です。土地区画整理法、都市再開発法、そして、マンションの建て替え等の円滑化に関する法律。手続き3兄弟。ですね。で、この、都市計画法から、この5番目の円、もう略して、私、円滑化法って呼んじゃいますけど、ね。この5番目の円滑化法まで、 が非常に時間がかかります勉強の時間かかりますやっぱり広いんですよ範囲が広いね。だからちょこっとつまみ食いしただけじゃなかなか得点できないんですよね。さっきもご覧いただいたように都市特にこの最初の都市計画法と建築基準法はね。さっきもご覧いただきましたけどこれ五問ずつ出るわけですよ で、土地格整理法も都市再開発法も基本的には2問ずつ出る。そういうとこです。だから、やっぱりね、分量が多いんですよ。これ。従って、いいですかこの1番の都市計画法から5番のこの円滑化法までで、大体ですね、大体例年、この合格基礎講座全14回のうちの半分ちょっと使えますから、これもぜひご承知お聞きください。 俺、あれなんかペース遅いな、なんか偉い、最初の方時間かけるな、そういうこと。いいですね。それぐらい時間かかるから。でも、この円滑化法が終わるとね、次の都市緑地法以降はそんなに時間かかる法律はあんまり出てきませんから。だから一気にね、あの、進んでいきますから心配いりません。そういうこと。いいですね。いろいろお話してますけど、大丈夫ですかね。<laughs> まあ今回ね、1回目っていうことでね、いろんなことを話してますけど。じゃあ、いよいよですね。この後。 都市計画法に入ってきますで冒頭で申し上げましたけどしっかりとマークしてきます形に残しててくださいまた必要があれば適宜パソコンなり DVD プレイヤープチッと止めていろいろ書き込みともしちゃてくださいねとにかく形に残すですねこれからねまあかなり長いね全14回のねまあ本当にねあの講義が始まりますけどもぜひしっかりとお聞きになってねとにかくね私が申し上げた通りやれば絶対受かるわ 受かるはずです受かるよって言うとちょっとあれなんだっけ受かるはずですから実際それだけ毎年ねあのこれだけ行政法規は難しくなっても毎年デックからね数多くの担当合格者出してますからしかも結構行政法規ねここ直近3年難しいって言いながら受かう,ちうちから受かった方たち結構行政法規で、ね、70点以上80点以上中には90何点としてもいるんですよだからとにかく私が申し上げ取りやってみてくださいいいですね頑張ってやっていきましょうじゃあ 入ってきますよでテキスト1ページ開けてください都市計画法です英軍です毎年出ますねで5問出るよってことででまず先にねこれ本文はいいですちょっと側中ですね左側側中これコメント映しますんでまずちょっとこれマークしちゃってください,い,いですね 適宜あのね、パソコンとか DVD プレイプチッと止めてくださいね。できるだけ先,先にね、皆さんにマークしていただきますから。で、あとはね、しっかりそのね、マークしたところの解説をお聞きになってほしいんですよ。よろしいですねこちら。じゃあ、ちょっとお話をしていきます。で、この即中のコメント欄なんですけど、まずね、これ。都市計画法は、計画的な街づくりを目的とする法律ですよ。これは覚えちゃってください。計画的な街づくり。 で、言い換えると、これどういうことかというと、乱開発を規制する法律ってこと。ね。もっと言うと、むやみや当たると、病院とか学校とか作らないってこと。ね。また、作れないようにする。ね。これが乱開発の規制。ね。もっと言うと、計画的な街づくりってこと。これを目的としてます。で、行政法規のね、べんあ、行政法規を勉強するときっていうのは、必ずね、その法律がどんな目的で立法されたのか、 ちゃんと意識しててください。あの目的のない法律というのは存在しません。一定の、ね、社会的な目的を実現するために、法律というのは作られるわけでしょだから、必ず目的があるんですよ。でその目的のもとに、その法律というのは、いろんなこう体系を備えるわけですよ。だから、その体系の中身を勉強するときは、まず目的に照らし合わせると、それぞれの中身の具体的な意味が分かりやすくなるんですよ。あ あの法律はこういう目的だからこういう具体的な規定を設けてるんだな。ね。そういうこと。これが法律の勉強の仕方です。次の論文の民法になった時にまた分かるからそれが。ね。目的に戻る。目的に遡って考える。ね。そういうのが大事になってきますから。いいですね。だから行政法規勉強するときもね、この法律ってどんな目的だったっけね。これをぜひ意識して押さえていってください。まず都市計画法。計画的なまちづくりです。 開発の規制いいですね。で、これ、覚え方ですけど、これね、名前見てください。ね。で、都市計画法の計画。いいでしょ計画的な、都市は町でしょ町。だから、計画的な町づくりの法律ってことで。もうこれ、目的はこの名前中に、これ、表示されてるじゃないですか。もう、覚えましたね。計画的な町づくりですよ。ね。で、次、ことしていきますよ。 じゃあ計画的なちづくりのためにまず最初何をやるかってことまず丸一第一段階ですでまずまちづくりの場所を決めます場所を決めなかったらねもう先進みませんからまずどの場所でやるのねこの場所を都市計画区域って言いますこれ覚えちゃってくださいね皆さんの中で宅建とかでねこの都市計画区域って勉強した方はかなりいらっしゃると思うんですよでもあんまり意識しないで勉強されてるでしょう ね、これまちづくり計画的なまちづくりの場所のことなんですよ簡単に言うといいですねこちら、ね、これ覚えて,てください計画的なまちづくりの場所それがこれからねもう数え切れないくらい顔出しますけどこの都市計画区域って言いますいいですねで次今度2番目で場所を決めたら次どうするか続いてこの2番目まちづくりのプランを決めるんですよどんな町に住んのね純粋な住宅街に住んの ね。それとも商業の町に住むのあるいは工場地帯にするのそんなイメージです。ね。で、この町づくりのプラン。これが都市計画を指してます。だから都市計画って、ね。非常に硬いね。これ名前ですけど、町づくりのプランです。ね。これもやっぱイメージですよ、イメージ。さっき言ったように、行政法規はイメージが大事ですからね。いいですね。で、次。今度さ最後、3番目。で、町づくりのプラン。ね。都市計画を決めても、それに反することを安やす,やすと認めたんじゃ意味がない。 ね。この乱開発の規制って目的達成できない。そこで、最後、松井くのプランに反することをさせないようにする必要があると。ね。それが、一つは開発行為の制限。これ土地です。で、もう一つが都市計画事業制限って言って、これいわゆるものづくりって呼んでるんですけど、ね。これ土地の上に道路とか建物を作るってイメージでこの言葉を覚えちゃってください。これを一般的にものづくりって呼んでます。ですね。 で、この最後3番目なんだけど、ね、この街づくりのプラン、都市計画を決めても、それに反することを安々と認めたんじゃ意味がないってことで、このね、計画的な街づくりっていう目的の実現を担保するための手段が、この2つなんですよ。開発行為であり、都市計画事業政権って言います。で、開発行為ってのはね、これ宅建やっ方はお分かりになると思うんだけど、土地なんですよ。これ造成工事なんで土地。 で、それに対して、都市計画事業制限っていうのは、土地の上のものづくりを指してますんで、道路を作るとか、建物を建てるとか、ね、こういうのをものづくりって言います。二つ、二つ、ね、この乱開発を規制するっていう目的をね、これ、担保する手段として二つあるよってこと。で、それをまとめたのが、今度本文いきますよ。こちら、1ページの本文ご覧ください。この図なんですけども、これ自体別にね、一個一個覚える必要ないですよ。 一応これが一でよいしょこれが二で最後1番下ねここねこれこれが 丸だよってことでねこれ左のコメント欄で今皆さんにご覧いただいた丸,一丸二そして三にタイアップしてますまず丸一こちらねま町づくりの場所都市計画区域でこれ右側これはま町づくりのプランすなわち都市計画を指してますで最後3番目ね乱開発を規制するって目的を担保する手段2つこれが3番目さっきやりましたねこれね3番目。 左側が開発行為。右側が都市計画事業制限。で、開発行為は土地。都市計画事業制限はものづくり。そういうこと。ね。だから、これで一応 <laughs>、よいしょ。都市計画法の全体像っていうこと。ですね。これ、ざっくり頭入れといてください。というか、この3つ。三つ。ね。だから、この後もね、勉強していくとき今、どこ、自分がどこ勉強してんのかな。ね。これはぜひ意識するようになさってください。ですね。 であとこの一番下のこの三なんですけどねこれ非常大事なんですよこれ開発行為はさっきも言いましたけど土地で右の都市計画事業制限はこれはものづくりですねこれだからこれぜひねこの2つの視点ですねこの側柱にも載っけてありますけどもよいしょこちら土地ものづくりちょっと指示つけますよ この二つの視点はぜひお持ちになっておいてください。どういうことかというと、都市計画法ってこの後勉強していくとね、土地かなそれともものづくりかなこの二つの視点で見ていくと結構スーッと整理できるんですよ。結構ね、条文多いです。結構ね、あの、範囲の広い法律ではあるんだけど、ね、これ今、目の前のこの知識はどっちなのかな土地関係かなね、それともものづくり関係かなこの二つをね、 これ視点として持っておかれると、結構頭の中整理しやすいですから。これも合わせて覚えておいてください。ね、じゃあ次行きますよ。またどんどん行きますからね。<laughs> で今度ついで二ページ目開けてください。また先にね、ちょっとマークしちゃいましょう。よいしょ。ですね。こちら。で帯番号一の一、都市計画区域のとかですね。ちょっと大きくしますね。ちょっとマークしちゃってくださいね。 で,す、ね、で下いきますよで一番下ね適宜プチッと止めてマークしちゃってくださいねあと側中いきますちょっと上からねよいしょここはちょっと大きくしてよいしょ言葉の意味ですねで下いきますよポイントポイント コメントですねあと右のページもちょっと先取りしてやっちゃいますね。右の、えー、と3ページね。でまた本文からちょっと移しますんでマークしちゃってください。ですね。ちゃんとこうね必要があると認めるときね。調査を行う。で下はいいです。この本文は。下はもういいです。まっさらで。あと側中いきます。3ページの左の側中プラスアルファね。このアンダーラインの歌詞ですね。2箇所ね。 あと下行きます。コメント、これ、ここがちょっとちっちゃいしますよ。二節。下には意見を聞く。上には同意もらう。ね、ちょっとマークしちゃってください。ですね。じゃ、あちょっと左戻ります。これぐらいで見えるかな。いいですかね。 まず帯番号1の1都市計画区域からいきましょう。ですね。でこれさっきやりましたね前のページでこれ「えー、そう思った方」やりましたね。<laughs> ですね。これ即中のコメント「まずまちづくりの場所を決めるんだったこの場所が都市計画区域ですよ」ですねこちらだから一番最初こう都市計画区域へ載ってるんですね。まず場所を決めないと これ、町づくりの仕うがありませんから。で、まず縦1です。ね。これ、都市計画区域の指定とことで、誰が指定するのそれがこの括弧一1の指定権者です。で、これはしっかり覚えてください。よろしいですね。こう、非常に大事なところで。これ、宅検でもね、皆さんの中で宅検おやりになった方はね、お分かりになると思いますけども、これ、宅検でもね、あの、よく出ますんでね。まず、原則が都道府県です。都市計画区域、都道府県が指定するよ。いいですね。 で、例外が国土交通大臣です。例外が。で、特にね、この法律ね、法律勉強するときの、またこれも一つのポイントになってくるんですけど、原則と例外、しっかりたたばけて抑える癖をつけてください。ですね。原則と例外。原則はこう。しかし例外はこう。ね。原則は例外か。どっちを、ね、その目の前の問題文がどっちに関,し関する問題文なのか。これしっかりと意識しないと問題は解けませんから。 また法律って必ず、まあ、必ずでもないんだけど大,大体のねあの条文が原則と例外から規定されてるんですよ原則をいわゆる本文って呼んでで例外が正し書きってて正しいってなっ形でね法律やった方は分かると思うんだけどねとにかく原則と例外原則と例外これをしっかりと意識して抑える癖をつけて,てくださいいいですね大事なポイントです,いいです、ね、だから原則は都道府県指定権じゃねで例外が国土交通大臣です よしですね、こちらでじゃあどんな場合が例外になるのねそれがこれです2以上のの都府県の区域に渡る場合です例えば東京都と神奈川県にまたがるの場合この場合はね都道府県では役不足ってことでねこれランクワンランクアップします国交大臣ですで,ですねこれ東京と神奈川にまたがる都市計画区域を指定するね東京都だけでは足りない 神奈川県だけでも足りない。だからね、これ指定権者がワンランクアップするってイメージで押さえてみてください。で、これ注意点がね、2以上の都府県っていうことで、北海道は入りませんからね。これ都道府県じゃありません。都府県です。北海道は入りません。なんで入ってないかというと、北海道と青森県の間、海でしょ海。だから両者にまたがって都市計画区域を指定するっていうのはありえないからです。だからもう条文でもちゃんと。 その辺を踏まえて都府県ってなってますからこれしっかりと押さえておいてくださいですねこちらで次今度指定に必要な手続きですでこれね今後ねこういう手続きもありですちょっとめんどくさいんですけどこれがある意味ねもう皆さんがいろんな法律でね行政法規の法律で勉強する時のやっぱり柱になってくるんですよ手続きもありやっぱりこれ皆さんが官定士のおねりになったとやっぱり必要になってくるんでしょうねだからね これ、宅検でもね、皆さんの中で宅検をおやりになった方もね、あんまりこの辺はやってないと思います。こういう手続きもあり。でも行政法規ではこういうめんどくさいのね、聞いてくるんで、ここがこういうところでね、結構もうなんか、嫌気させちゃう方もいらっしゃいますけど、我慢です、ここは。いいですね。今後もこういう手続きもあり、もういろんな法律で出てますからね。で、いきます。まず、丸1ね。これ、丸1が都道府県ってことで、これ、指定権者が原則の都道府県の場合です。いいでしょう で、丸2が、これ、国交大臣ってことで、指定権者が例外の国交大臣の場合。ですね。だから、1、丸2、丸1が原則、丸2が例外。で、まず、1ですけど、都道府県が指定する場合、これね、これ、次の行。関係市町村、および都道府県都市計画審議会の意見を聞くとともに、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。このマークしたところは、完璧に覚えてください。ですね。で、これ、 覚え方のコツですね。これ、イメージ、イメージなんだけど、これ、関係市町村っていうのは要するに地元ですよ。地元の実情一番よく知ってるのは地元の市町村でしょ。だから、ね、この関係市町村の意見を聞きなさいってこと。ね。だけどこれ、指定権者が都道府県だから、この市町村の意見聞くだけでは行政に傾いちゃうでしょ。だから、これ、都道府県都市計画審議会。これは簡単に言うと、学者先生の集まりです。 いわゆるその学識経験者からなる第三者機関っていうんだけどね簡単に言うと学者先生の集まり学者先生の冷静な意見を踏まえなさいってこと都道府県と市町村だけでは行政に傾いちゃうから学者先生の冷静な意見を踏まえなさいそういうことで最後は国交大臣に協議して同意ももらいなさいってことです、ね、これはこれで覚えちゃってくださいいいですねこちらで覚え方なんですけどちょっとね右のページご覧ください右の3ページね ここにちょっとちっちゃくしますよ。ご覧の図が上がってるでしょこれさっき皆さんにね、即時のコメントマークしていただいたんですけど、これ手続きです。今ずっと文章ベースでね、左の2ページご覧いただいてますけど、これをね、こんな形で図で整理しました。で、ちょっと左のね、都市計画区域、ここだけ移しますね。で、左が原則ですね。一つの都道府県内に指定する。指定権者都道府県。で、複数の都府県。ね、2以上の都府県にまたがる場合が、国交大臣に指定権者が変わるんだった。 これ上からやっぱり見ていってください。時系列です。上から下に時間が流れていくよっていうことで。で、まず、これ、都道府県が指定権者の場合、今、左のページでご覧いただいたように、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聞くんだった。で、さらに最後、国交大臣協議してその同意を得なきゃいけなかった。ね。で、これ、覚え方なんだけど、左のコメント、これ使ってみてください。これ使うと覚えやすいと思います。で、これ皆さん、意味わかります 下には意見を聞くで上には同意をもらうこれどういうことこれ指定権者者これ都道府県でしょ一番左側は。都道府県を基準にすると大変申し訳ないけど市町村と、ね、学者先生の集まりである都道府県都市計画審議会っていうのは都道府県よりも下。下だから意見を聞くだけで足りるよ。 それに対して、都道府県を基準にすると、国交大臣は上でしょだから上には同意をもらうってこと。で、これね、まさに、これね、これまあフィルターにして覚えてほしいんですけど、あの、職場の論理ですよ。会社とかの職場の論理がそうでしょ部下に意見を聞くでしょで、上司には同意をもらうでしょこれで覚えてみてください。部下に同意をもらうってないでしょまた上司に意見を聞くってないでしょそういうこと。 それをね、踏まえて、これフィルターにして覚えちゃってください。そうすると、それぞれ、これ、覚えやすいと思います。いかがでしょう <laughs> いいですね。で、あと、続けて、今度、左のページに戻りますよ。この支店必要の手続き、今度、例外、国交大臣です。ね。この場合については、関係都府県、やっぱり北海道は入りませんからね、の意見を聞かなきゃいけないよってことやっぱりね、地元の実情、ね、これを吸い上げなさい。そんなイメージですね、これは。よしですね。こちら。 であと,、えー、と今度その下今度縦2に行きますねここもちょっとやっちゃいますねこれでちょっと休憩入りますねでまず都道府県は都市計画区域についておおむね5年ごとに都市計画に関する基礎調査として一定の事項に関する、えー、と現況および将来の見通しについて調査を行うものとされるってことでこのマークしたところはしっかり覚えてくださいですねこれ都道府県ですね,概ね5年ごとに 調査。要するに見直しをしなさいってこと。ね。だから、都市計画区域一旦指定したらほったらかしはゃ困るわけですよ。だから、おおむね5年ごとに調査して見直しをしなさい。そういうこと。これがこの6条1個の趣旨です。で、ポイントはね、これ、きっちり5年である必要はないんですよ。だから、おおむね5年ごとで足りるよってこと。ね。でも、でも、ね。それは必ずやんなきゃいけないんですよ。だから、ここね。ちょっとこの言葉足しといてください。 必ずってことことれでここねここですおおむね5年ごとに必ずやりなさいってことこれ条文見るとね例外が載ってないんですよさっき言ったように大抵の条文ってね原則と例外ね本文と正し明きって形で原則例外で規定してるんだけどここだけは例外がないだから意味は必ずってことそういうことねだから きっちり5年である必要ない。おおむね5年で足りるよ。でもそれは必ずやれよ。そんなイメージですね。で、それが速中のポイントに乗ってありますから。こちら。ですね。これで押さえておいてください。この調査はおおむね5年ごとに必ず行うよ。しかし、正確に5年ごとに行う必要なく、おおむね5年ごとで足りるよ。そういうこと。ね。押さえておいてください。あとちょっと上戻ります。こちら。ちょっとこれもやっちゃいましょうね。ちょっとね、区切りがちょっと悪いんでね。 これやって休憩ありますけどでまず言葉の意味ですさっきね都市計画区域の指定ってあったんですけどこれねちょっとねあの理屈っぽいこれね条文に基づいて説明すると都市計画区域ってのはご覧のようなねあの内容になるんですよ一応ねさっき冒頭で皆さんに都市計画区域ときたらこちら町づくりの場所ですよこれで覚えておいてねって言いました ね、基本これでいいですけどもその一方で条文ではちょっとこういうね理屈っぽい定め方をしてますちょっと一回見ておきます都市計画区域とは一体の都市として総合的に整備開発保全する必要がある区域として指定された場所を言うよってことでこの整備開発保全これキーワードです重要なキーワードなんで絶対覚えちゃってください整備は整える整えるいいでしょ 開発は新しく作るで保全は何これこれは緑ですこれいいですね保全ときたら緑です緑を守るってことねやっぱり緑を守るのも計画的なまちづくりの一つだからですいいですね覚えちゃってくださいであとその下 で、あと、この都市計画区域の指定に関してなんですけど、このポイントね。これ、県境や市境などの行政区画とは関係ないよ。これはいいでしょう。ね。行政区画と関係なく都市計画区域は指定できるよってこと。あと、その下。これちょっと細かいです。都市計画区域の指定案。これ、案です。案については、ね。これ、公衆の縦覧手続きいらないよってことで。これ、ちょっと細かいんで、ちょっと印だけつけて、とりあえず置いといてください。ね。また別の機会にご説明しますから。一応、こんなとこです。 か、ね、あの皆さんの中で宅建をおやりになった方はね、まあ、大部分が結構その復習になってるかなと思います逆に今回いや始めてたよって方も当然ねかなりいらっしゃると思いますけどそういう方ね難しくはないと思うんですよただ最初はねやっぱ言葉に馴染むだけでねちょっと時間かかるかもしれませんでもそれも時間が経てば慣れますから、ね、とにかく慣れないこともやっぱ慣れなんですよ、ね、言葉にさえ慣れちゃえばあとはスムーズにどんどん入っていけるから 心配しないでください。ね、じゃ、あちょっと休憩入ります。十分間お休みください。はい、それでは後半の第三ユニットに参りましょう。ではですね、えっと、引き続き合格基礎テキスト二ページですね。こちらご覧ください。よいしょ。で、今度は下行きますよ。よいしょ。続いて、こちら帯番号一の二ですね。準都市計画区域。 ね、これを見てまいります。頭に順がつきます。順がつく。ね。で、ご覧の箇所、さっき皆さんにね、マークしていただいたんですけど、いきなりこれ読んでもね、これ5条の2第1項何言ってんのかなって感じになると思いますんで、ちょっと側中ですね。左側見てください。よいしょ。ここですね。で、こちらコメント見ていただきますと、順都市計画区域の例として、 この高速道路のインターチェンジ周辺が挙げられるってことで、とにかくね、これ、山のふもとです。山のふもとの高速道路のインターチェンジ。これをイメージとして覚えておいてください。準都市計画区域ときたら山のふもとです。ね。あの、車運転する方はわかると思うんですけど、結構山のふもとのね、高速のインターチェンジですね。あの辺です。ね。が、準都市計画区域のね、例だよ。イメージだよ、っていうことで。 でこれ、ね、どういうことかっていうとねちょっとこれ図書きますねよいしょちょっと左側ねここよいしょ山がありますねで、ね山のふもとのインターチェンジです 大体この辺りです。ね。この準都市計画区域指定されることが多い。で、この山のふもとのインターチェンジですね。こういう辺り。ね。人が少ないです。ね。だから人が多いんであれば、またこれから人が増えていくんであれば、こっち。都市計画区域に指定されるわけですよ。当たり前だけど。ね。こちらは計画的な街づくりをやっていく場所でしょ。人が多ければ。 またこれから人が増えていくっていうんであれば、都市計画区域に指定される。だけど、こんな山のふもとのインターチェンジ、人があんまり住んでない。こんなところで、ね、都市計画区域には指定されない。ね。すると、すると、ね、これ、ちょっと書き込みますよ。都市計画区域であれば、先ほどい皆さんにお話しているように、ここは、ね、計画的な街づくりする場所だから、 指定されると、ここ、厳しい法規制がかかるんですよ。弦です。弦って書き込んでおいてください。ここはね、計画的な街づくりやっていくから、段開発されたら困りますよね。従って、都市計画区域に指定された場所は、厳しい法規制がかかる。当然でしょ。でも、今度こっち行きますよ。 これ何回も言いますけど、山のふもとのインターチェンジ、人があんまりいない。ね。だから都市計画区域に指定されない。ね。これ。そうなると、これ、厳しい法規制がかからないから、ね。ラブホテルだとか、パチンコ屋だとか、結構乱立してしまう。実際結構目につきますよね。こういう高速の、ね。あの、インターチェンジのあたりって、結構ラブホテルとかパチンコ屋が結構立っている。ね。で、それを、 放置したら、将来この一体に人口が増えて、都市計画区域に指定しようとしたときに、もはや手遅れになっちゃうんですよ。なっちゃう。だから、ね、都市計画区域には指定しないけども、こっち。準都市計画区域に指定をして、これ。緩やかな法規制をかけるってこと。いいですね。 これが、純都市計画区域っていう制度の目的なんですよ。ですね。だから、都市計画区域に指定されると厳しい法規制がかかるよ。それに対して、純都市計画区域に指定されると、緩やかな法規制をかけるよ。これもしっかりと合わせて押さえておいてください。で、今私がお話した内容が、よいしょ。よいしょ。入るかなよいしょ。この5条の2第1項に全部表現されてるんですよ。 いきますよ、この縦位置ね「準都市計画区域」とは都市計画区域ここ、外です、ね。都市計画区域内であれば厳しい法規制がかかるんだから改めてこんな準都市計画区域なんか指定する必要はない。ところ準都市計画区域指定する場所っていうのは当然都市計画区域外です。これですよ、山のふもとのインンターチェンジですよ いいでしょで、都市計画区域外の区域のうち、そのまま土地利用制御、または環境保全するための措置を講ずることなく、放置、放置。さっき言ったでしょラブホテル、パチンコ屋、どんどん立っちゃう、放置。ね。すると、将来この一帯に人口が増えて都市計画区域に指定しようとしたときにもはや手遅れ。それがここです。将来における一帯の都市としての整備、開発、保全。これさっきやりましたね、上でね。 これ3点セットですこれ整備開発保全保全を緑だよってことや,やりましたね,ねで保全に支障が生じる恐れがあると認められる一定の区域を準都市計画区域として指定できるんだと,こともう全部載ってるでしょ覚えましたね <laughs> で試験でよく出るのがここ都市計画区域外ですですねこれしっかり覚えててくださいこれよく過去問のの引っ掛けでねちょっと書きますよ これ都市計画区域内でよく引っ掛いてくるんですよ。これは？罰ですね。ないってかごめんなさい。ちょっと見にくいかな。ごめんなさい。ちょっと字が見にくいかな。都市計画区域内って書いて横にバッテンつけといてください。これが過去問の引っ掛け所です。こうやって書き込んでいくとね。これ、この該当箇所、本番でどういう風うに引っ掛けてくるのかも。合わせて頭に入りますから。 これ「ない」って書いて横にバッテンつけておくとあ「あこれ都市計画区域内でよく引っ掛けてくるんだな」ねこれも合わせて抑えられますからとにかくこれこの箇所しつこく聞いてきますあと法治師、ね「放置」「支ねこのキーワードも覚えておいてください。ですねこちらあ,あとそれからちょっと上さっきの都市計画区域戻りますけど一番最初にやったねこれもちょっと合わせてねもうさっきやりましたけどこれ都市計画区域の指定権者原則都道府県だよ 例外国交大臣だよってやりましたけど、これ都道府県のとこね、これもねよくねちょっと書いちゃいますねせっかくなんでレーの流れからいってこんな感じでこれよく市町村で引っ掛けてくるんですよねこれ抜点ねこれも市町村って書いて横に抜点つけとことあこれね正確あの正確には都道府県だけど市町村で引っ掛けてくるんだなってのこれもう一回ね合わせて頭に一緒にセットで入れられますからねで次今度右のページ行きます。 で、まだあの準都市計画区域の続きです。右の3ページご覧ください。で、指定権者ね。これは都道府県左の都市計画区域と同じです。都道府県ですね。で、これもやっぱりね。ちょっと書いときますよね。市町村って書いてバッテンつけとくとね。引っ掛けどころ一緒に抑えられますからね。ですね。市町村って書いてバッテンつけといてください。都道府県が正解だよ。ってこと？ であとこのその下指定に必要な手続きですけどこれも押さえますいいですねで都道府県関係市町村都道府県都市計画審議会意見ってことでこれこれも覚えますでえー、これも覚えんのなんかねちょっと一見するとなんか覚えるの大変そうだけどこれ実は一瞬で覚えちゃうんですよ一瞬で覚えられるのそれが見てくださいねこの同じページの下のこれ 一番右側です。これ使うと一瞬で覚えられますよ。えー、って。ちょっと見てくださいね。よいしょ。ちょっとちっちゃくします。左が都市計画区域。さっきやりましたね。で、右が今ご覧いただいているのがこれね。純都市計画区域です。で、今ね、上でご覧いただいたように、都道府県が指定権者だよ。やった。ね。とにかく、ここ。で、ここの手続きです。関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聞くってことなんだけど、よーく見てね。よーく見てね。 同じ。だから一瞬で終わるよ。そういうこと。ですね。で、気をつけてほしいのが、ここ。国交大臣は出てこない。ね。これ、純都市計画区域の指定の場合は、都市計画区域の場合と違って、国交大臣は顔出さないってこと、ここ。これも注意して押さえておいてください。だからさっきの上の本文中に国交大臣出てきてます、出てきてませんよね。そういうこと。よろしいですね。で、でこれ、覚え方。 やっぱりこれもこれも一瞬で覚えられますよ。さっき、左のページでご覧いただいたように、都市計画区域だったら厳しい法規制がかかる。だから、国交大臣が顔を出す。それに対して、準都市計画区域は緩やかな法規制をかける。だから、国交大臣顔を出さない。これで覚えちゃってみてください。これで覚えてみて。もう一瞬でしょそういうこと。ね。こうやっていろんなイメージ使うと、 ね、こんな硬い表現のね難しい言葉もね結構スースーと頭に入りますから、ね、そうすると多少時間経ってもね忘れにくいし忘れてもまたすぐ思い出せますから、ね、こういうふうに覚えていてくださいもうこんなね難しいね漢字の名前ね四角四面でこんな覚えたってすぐ忘れますよだからイメージを使うんですよいいですねこちらちょっと上戻りますであと最後ですねこちら、えー、とこの基礎調査これも順都市計結果 区域ですね。で、こちら必要があると認めるときは調査を行うということで、さっきの左の都市計画区域の基礎調査と明らかに違いますね。こちら都市計画区域の方はおおむね。5年ごとに必ず見直しをするんだった。それに対して準都市計画区域は必要があると認める時で足りるんだった。なんでどうして？ 理由はやっぱり、これですよ。都市計画区域は厳しい。ね。法規制厳しい。準都市計画区域は緩やか。だからですよ。ところ概おおむねご電骨である必要はないよ。ってこと。これも覚えましたね。一応こんな感じです。ですね。で、あとね、ちょっと側中触れときます。これね、えー、っと、この3ページの左の側中です。おいしょ。ちょっと大きくしまょう。ね、これプラスアルファでちょっとね、ちょっとあの、 細かいっていうか難しい知識結構乗っけてるんですよ。プラスアルファって。で、これ最近ね、これ聞かれてます。ちょっと気をつけてほしいんですけど、まだね、これ、この後ろのね、方でこれね、特定用途制限地域とか特例用付き適用地区。これやらないとね、ここだけ読んでもね、ちょっとピンとこないと思うんで。ね。これやってからまたこう立ち返りますから。ね。一応これマークはしといてください。最近結構続けて聞かれてますから。あ、これ2ってのはこれもちろんあの、令和2年ですよ。これもね。 気をつけてておいいください平成29年の8問目と令和2年の7問目とも、ね、にこの知識聞いてますからこんな形で、ね、これ後でまた立ち返ってここでねご説明しますんでじゃあこんなところですねいいですねじゃあ次あとは他は大丈夫ですねここねうん大丈夫ですねじゃあ次いきますで今度、えー、と4ページですね開けてくださいちょっとちっちゃくしますよ おいしょ続いて今度帯番号2の一ですね都市,都市計画の内容ってことでですねまたちょっと先にマークしちゃいましょうおしょこちらですねで下はこれマッサラディです置いといてくださいで今度は側中いきますでよいしょ側中のプラスアルファねここのできるからちょっとねこれマークしてくださいねできるってあと下ねこんな と,とにかくねこれゴシックになってるところですねこの太字のゴシックのとこねこれ全部やっぱりよくね試験で聞かれますんでこの明兆のこの細字のね明兆のところはねこれは飛ばしちゃっていいですからねこの太字のねところこれをねちょっとマークしておいてくださいですねじゃあちょっと上戻りますよで今度帯番号2の1都市計画の内容ですね内容ってことででこれまあ皆さん お気づきですか都市計画って何さっきやりましたね。街づくりのプランです。やりましたよね。で、さっき、戻りますよ。2ページで、まず最初に、これ、場所を決めるんだった。とか、都市計画区域だった。ね。で、場所を決めたら次にどんな街づくりをするのか、プランを決める。それが次です、今度。これから見ていく、帯番号2-1の都市計画の内容ってことで。だからこれ、 とにかくね今回一番最初皆さんにご覧いただいたこの1ページ目のこの側中のこの順番通りなんですよこのテキストの構成がね皆さんお気づきになりましたかねこれまちづくりの場所まず第1段階で決めるよ都市計画区域だよで次がこれから見ていくまちづくりのプランいわゆる都市計画の話だよってこといいですねで戻りますよよいしょでねここはねこの4ページですね こ,こ,これは4条1項ですね条項都市計画を4条1項で規定しているものなんですけど都市計画まちづくりのプランとは都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用あと都市施設の整備および市街地開発事業ってことで、ね、これ左はもうこれもそのまま読んで字のことしで土地でしょ で右側ちょっと長いですけど都市施設の整備および市街地開発事業これはものづくりを指してるんですよそういうことね左はいいでしょう土地利用だから土地だね,ね右側またこれ後でやりますけど都市施設の整備および市街地開発事業っていうのはねこれは道路ととかか公園とかいわゆるものづくりなんですよだからさっきも冒頭で申し上げましたけどとにかくね この都市計画法っていうのはね、土地かものづくりか。土地かものづくりか。ね。この2つにね、これ二分されるよ。この2つのこの視点で見ていくと、結構整理しやすいよって申し上げたでしょ。そういうこと。もうここにも出てるんですよ。都市計画とはってこといいですね。こちら。で、ちょっと左に行きます。このプラスアルファの、よしょ。こちら、側中です。で 都市計画区域には都市計画として以下の11種類を定めることができる。で、きるです、ねで。種類がずらずらと10種類、ここに上がってますこれ全部都市計画です。ね。街づくりのプランです。で、これできるっていうのは要するに選べるってこと。チョイスできるってことなんですよ。だからあたかもね、あのレストランのメニューと同じようなイメージで押さえてみてください。どんな街づくりにしていくのか。ね。これ選べるんですよ。チョイスして組み合わせて。 ちづくりができるよ、すること。だからこれできるなんですよ。できる。いいですね。選べるよってこと。ただね、一点注意してほしいのが、一番最初、ここに丸一に上がっている、これマスタープランって言うんだけど、都市計画区域の整備、開発、保全の方針。方針ね。これマスタープランって言って、いわゆるちづくりの方向性のことを指すんですよ。で、これだけは、やっぱりちづくりの方向性、ね、いわば羅針盤だから、これはできるじゃなくて、必ず、 定めなきゃいけないんですよ。マスタープランだけは。丸二から下は全部できるでいいんですよ。ただ、丸一だけは、この後すぐ右のページでやりますけど、これは必ず定めなきゃいけないようになってますんで、これちょっと気をつけておいてください。この後すぐ右のページでやりますから。ね。マスタープランって言います。なんとかの方針ときたら、ここね、ちょっと知りつけますよ。これがキーワード。ね。なんとかの方針ときたら、あ、マスタープランのことだな。街づくりの方向性だな。 羅針盤だなだから絶対必要だよね。そういうこと。ね、であと二から下ですね特にこのゴシックのさっきのねお話したこれがよく試験で聞かれますんでねこの後これをねまた本文中で見ていきますから。ですねここはこれぐらいでいいです。あとこの <laughs> この図形みたいなねこれこれ絵ですけどねこれまた後でやります。ねこれ用途地域とかあと保守的地域地区とか勉強した後にここに立ち返りますからそうするとこの意味がねスッと理解できますよ。 ですね、で次今度は右のページいきましょう今度5ページです五ページでまた先にちょっとねマークしちゃってください帯番号2の2ですね方針マスタープランですこの箇所ねマークしちゃってくださいあと下いきますよもうちょっとお経が皆さん見やすいのかなこれぐらいかなですねプチッと止めてねマークしちゃってくださいもうちょっとこれぐらいが見やすいかなですね下いきますよ ここまでね、あ,あと「脚注だこれ一番下はこれ「脚注っていうんですけどここね1行目の終わりから2行目まで即したもの、ね、これもちょっとマークしておいてくださいあとこの「側中」いきますこの5ページですねちょっと上から戻ってちょっと大きくしようここ方針ですねで下いきますよあとポイントここねこの2箇所ね一応以上ですねあと下はいいです こんな形ででじゃあちょっと上から見ていきましょう。うしょ。帯番号2-2都市計画の方針ってことでね。でちょっと側中ご覧くださいコメント欄。何々の方針ときたらマスタープランだよ。さっきありましたね。こちら。方針マスタープラン。ね。こちら。でこれはちづくりの方向性いわば羅針盤って言ってもいいですね羅針盤。ね。これは。絶対必要でしょ。で計画的なちづくりをしたくための羅針盤絶対必要。だから ご覧くださいこれ必ず定めなきゃいけないんですよ。都市計画区域です。都市計画区域。えですね。でこれ条文見るとね、これちょっと見てくださいね。都市計画区域については都市計画に次のような方針マスタープランねを定めるって書いてあるんですよ。でもこれ意味は、意味は必ず定めなければならないってこと。えですね。これしっかりとこの意味ね、これ必ずだな。定めるってなってるけど、これ必ず定めなきゃいけないんだな。 ここまで押ささえておいいください、ね、であとこの種類なんですけどね一応ここにねまず1都市計画区域の整備開発保全の方針あと2市町村の定める基本方針あと3つ目、えー、と都市再開発方針とね一応3つ上がってます3つ上がってるでもね試験でやっぱ圧倒的に引かれるのはこの1です1ねだからこれだけマークしておけば OK ですですねこちらで次今度下行きますよ でで今度帯番号ですねこれもよく出ます、ねここね、ちょっとおいしょ気をつけて見ていきましょう皆さんの中でねあの卓研やった方はねこの辺まだ覚えてらっしゃるんじゃないかなと思いますね卓研でもこの辺もうやりますねがっつりねで区域区分この言葉ね押さえていきましょうでまず括弧1ですねここ都市計画区域について都市計画ね都市計画 無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、必要があるときは、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分、これを区域区分と呼んでます。区域区分を定めることができる。できるです。これが7条1項ね。これ、しっかりとね、正確に覚えます。ですね。で、まず、これ前提の場所なんですけど、これね、都市計画区域だけです。 だからさっきやったもう一つの「準都市計画区域」についてはこんなね区域区分っていう話は出てきませんからねだからちょっとこれも書いた方がいいかなここね「準都市」あとねもう最後書きませんからねこれほにゃららでちょっとごまかしますけどね「準都市計画区域これはバッテンだよバッテンだよ都市計画区域だけだよ」ってことでちょっとこれ線でね一応。 ね、これでわかるでしょう。ね。準都市計画区域は抜点だよ。あくまでも、この区域区分ってのは、都市計画区域だけだよってのも押さえておいてください。ですね。これも過去問で聞かれてますから。で、これ都市計画区域の中を、ね、必要があれば、市街化区域と市街化調整区域との2つに分けることができるよっていうのがこの規定ですね。で、この区域区分。 あのご存知の方も多いと思うんですけどこれよく線引きって言い方しますよね実務上ね線引きこれちょっと下の図見てくださいこれ都市計画区域のの中をご覧のように線を引くんですよ線を引いて上が市街化区域下が市街化調整区域っていう具合にね2つに大きく分けるこれを区域区分っていうんですねだからこれも線引くでしょ だからこれ実務上はね、よく千線千き,きって言いますけど、でも、これ千きってのはこれは正式名称じゃありませんので、ね、本試験問題はあの条文にのっとって、ね、条文上のね、文言で、ね、この区域区分って言葉で聞いてきますから、ね。普段は千線千き,きで勉強してもいいんだけど、本試験問題で千きって言葉は絶対出ませんからね、この区域区分って言葉で聞いてきますから、これは気をつけておいてください。で、つい点これね、必要があるときは、ね、二つに分けることができるよってこと。 ですね、だからちょっと側中見てください。まず上のポイント。必ず区域区分が定められるんじゃないよっていうこと。いいですね。こちら。ね。これよく聞いてきますから。必要がある時だよ。必ずじゃないよ。だから最後。できるです。できる。ね。よく過去問でも聞いていきますね。じゃあ次です。この2つにね、分けることができるっていうのは分かったと。じゃあ市街化区域と市街化調整区域ってどんな場所なのそれが次の括弧2と括弧3です。ね。で、 まず、かっこいいの市街化区域、これここ。この市街化を測る、これキーワードとして、ぜひ覚えてほしいんですけど。ただね、ちょっと注意してほしいのが、これから見ていくこの市街化区域。実は、二つあるんですよ。二つある。これを、ぜひこの七条二項で、しっかり読み取ってください。まず、一つ目。すでに市街地を形成している区域。これ一つ目。で、二つ目が、及び以降です。及び、おおむね、十年以内に。 ね、優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域ってことでだから条文上はね厳密にいくとこの市街化区域ってのは2つあるよ2つあるよねこれしっかりと読み取ってくださいただ試験でね圧倒的に聞かれるのが2つ目の方なんですよこの及び以降です及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とこちらだからこれがキーワードですねでねこれ10年この数字はそんな気にしなくていいです この辺、この、これを例えば5年とか3年で、引っ掛けた過去問っていうのは見たことがないんで。ね。だからあんまり気にしなくてもいいけど、一応でもこれもね、正直言も、ある意味、こう、ほとんど常識に近い数字なんで。ね。当然これ市街化区域と来たらもうね、10年以内。ね。これはちょっと知っといてほしいかなと思います。いいですね。で、次。で、今度、過去3。市街化調整区域。ね。こちらはどういう場所かというと、市街化区域の真逆です。真逆。ね。市害化を、 抑制すべき区域です。抑制です。禁止じゃありませんからね。禁止じゃなくて、あくまでも制限する。ね。これ、抑制する。これがキーワードですね。これ、真逆です。ところ、どんどん、これね、市街化を、ね、もうすでに形成している区域もそうだけど、これからね、10年以内に市街化を図っていく場所と、あと逆に市街化を抑える。抑制する。市街化調整区域。これで対になってますから。よろしいですね。 で、ちょっとこれテキストにはね、あの、載っけてないんですけど、これ、市街化区域と市街化調整区域。これ、それぞれのちょっとイメージを申し上げるんで、ちょっとメモする方、ちょっとメモしてください。で、市害化区域。これ1個だけです。ね。ビルをどんどん建てる。ね。これで覚えておいてください。これが市街化区域と一番わかりやすい、あの、イメージですね。ビルをどんどん建てる。これ1個だけ。これが市街化区域。ね。で、それに対してもう1個の、 市化調整区域こちらはね一応3つあるんですよ3つあるでちょっと3つ申し上げるんでねちょっとメモしてください1つ目が1つ目がね基本的に建物建てられないこれ大事なんですよ、ね、1つ目市街化調整区域のイメージ1つ目基本的に建物建てられないいいですねで2つ目できるだけ自然を残すできるだけ自然を残すこれが2つ目市街化調整区域のイメージ2つ目 で3つ目、ね、農業林業漁業をやっていく、ね、これが3つ目農業林業漁業をやっていく3つでこの3つの市街化調整区域のイメージのうち一番最初に申し上げた基本的に建物建てられない、ね、これはしっかりと覚えておいてくださいもう結構ねもう知ってるよって方もね少なくないと思いますけど一応これこの後いろんな内容を理解する時にね大きなあのポイントになってきますから。 市街化調整区域ときたら基本的に建物を建てられないですねこちらですねでさっきもちょっと上戻りますけどこの区域区分必要がある時はこのビルをどんどん建てる市街化区域と基本的に建物を建てられない市街化調整区域の2つにね線引き、ね、分けることができるよってやったでも逆にさっきもやりましたけどこれ必要がないんであればこんな線引きなんかしないじゃあこれ線引きしない場合どう,いうなんていうのかというと側中ご覧くださいこちら この区域区分がされていない都市計画区域を区域区分が定められていない都市計画区域って言います。ね。で、これもね、実務上はね、これ非線引きって言い方しますね。よく非線引き、非線引き。非線引き、都市計画区域って言い方します。でもこれもやっぱり、あの、正式名称じゃありませんのでね。まあ、実務上はこちらの方が一般、ね、一般的かもしれませんけど、これ非線引きってのは条文では、あの、規定してませんから、こちらのね、あの、 区域区分がされていない都市計画区域をこのね、区域区分が定められていない都市計画区域って言いますから、こちらの正式名称で覚えておいてください。ですね。で、これね、一応載っけておいたんですけど、イメージとしてはね、人口数千人レベルの地方都市ですね。人口数千人レベルの地方都市をイメージしてみてください。ですね。これ、まあ、地方ですよ。地方ですよ。まあ、数千人レベル。どういうことかというと、これ地方とか行くとね、ちょっと図書きましょうかね、これね。 あここ美スペースあるかここねこんな形でで家があって隣が畑で裏手に工場ですこれちょっと屋根がちょっとよな感じになってるけど。 ここういういところですね結構地方行くとねこういうね感じになってる場所って結構面しますよね実際うちの受講生さんでも「先生私の田舎こんな感じですよ」家があって隣に畑があってちょっと裏にね工場があるんですよだからこっから左側が市街あごめんなさいこっから右側がね市街化区域こっから左側が市街化調整区域っていう具合にね線引きできないんですよねそういうのことをおっしゃる方結構いらっしゃるんですよ。 ね、そんな場所をイメージしてみてください人口数千人レベルの地方都市ね行くと結構同じようなこのねこれですよねこの同じこの敷地内で家があってね畑がありちょっと裏手に工場があるこんなイメージです、ね、これが区域区分が定められていない都市計画区域俗入非線引きそんなイメージですねいいですねこんな形でちょっとイメージしてみてくださいで最後整理します この図見てくださいね。で、これ大事ですよ。<laughs> この図。この四角の中は日本と思ってください。私たちのね、日本と思ってください。で、この、ま、丸っていうか、ほとんど楕円ですね。ちょっと潰れた楕円。ね。都市計画区域。二つあるよっていうのはしっかり押さえてください。二つあるよ。ですね。一つはさっきね、ご覧いただいたこれです。 市外化区域と市外化調整区域とね、二つ、この区域区分がされたやつです。いいですね。で、もう一つが、たった今ご覧いただいたこれですよ。ね。区域区分が定められていない、ね、都市計画区域です。こちら。二つあるよ。二つあるよ。ね。これ結構ね、あの、勘違いする方ね、出てきますんで、先生、都市計画区域って一個でしょね。勘違いする方いらっしゃいますけど、一応二つありますからね。 区域区分されてるやつとされてないやつってイメージでね、一応押さえておいてください。二つあるよ。あと、今度右下の楕円。これはさっきやった、純都市計画区域ですね。で、これイメージ、どういうふうに勉強しました純都市計画区域は。これは、山のふもとのインターチェンジですよ。いいですね。こちら。で、これ番号一を振ってあるんですけど、この左のね、これ、まず市街化区域は丸一、市街化調整区域は丸二。 もうちょっと私が見えなかったごめんなさいちょっとう。で今度右の区域区分が定められている都市計画区域これが3番目。あと右下準都市計画区域これは4番目。で最後このどれにも属さないこの残りですね。ここ。ね。これが最後5番目。都市計画区域および準都市計画区域以外の区域って言います。ちょっと言うと山奥無人島です。ほとんど人が住んでない山奥。 あと、無人島。日本ってあの、小島でね、あの、周りが結構こういう無人島、結構あるんですよね。無人島って聞くと、いや、先生、ど、どこの話ですかっていう方いるけど、いやいや、日本の周り結構無人島いっぱいありますよねって。私、そううに申し上げますけど、ね。これを指してます、ね。で、これ、この言い回しなんですよ、問題は。これ、正確に覚えてください。都市計画区域および、純都市計画区域以外の区域。だから、ここね。 ポイントがおよび以外これだからちょっとこれね例えばこれ AB ねだから A および B 以外だからここは C を指すよってことなんですよ。そういうこと。ね、A および B 以外だから C を指すだからそれが山奥無人島この C っていうのが山奥無人島だよっていうことでね。これ法律特有のこれ表記なんですよ。これおよび およびってのは、なかなか普段私たちこれ、日常生活なんかあまり使わないですよね。大体、都市計画区域と、準都市計画区域とかって大体いいね、あの喋り言葉なんかでね、使うじゃないですか。何々とって言い方、使うのが普通ですよね。これ、およびっていうこの接続者あまり使わないですよね。普段生活で。でもこれ、法律の世界でこれ、頻繁に使うんですよ。何々および何々以外とか。ね。だからそれ、わかるようにしといてください。だから、A でもなく B でもない、残り C だよってこと。 これが何々及び何々以外っていうこのね表記の意味なんですよ。ね。これは法律特有です。法律特有の表記なんで。ね。こういうのも覚えていってください。山奥無人と。だから、ここね、整理すると、このコメント欄、5つ。日本っていうのは都市計画法に基づくと、5つに分類できるよ。これはしっかりと頭入れといてください。大事ですよ。この図は。よろしいですね。こんなところです。 で、あと、ちょっと下やりますね。あと、決定禁止。これ何やってるかってなんかね、いきなり決定権の、これ何決定するのって感じですけど、今何話してるかというと、区域区分です。区域区分。ね。これ、都市計画区域の中を、市街化区域と市街化調整区域とに分ける。二分する。ね。この話。これが区域区分だった。で、これは、誰が決定するの都道府県です。都道府県。これもしっかり覚えておいてください。で、これね、市町村じゃないよってこと。市町村じゃない。やっぱり、これね、 この区域分に関してはね、やっぱりある程度広域的な判断が要求されますね。これ、広域的って言います。広域的。ね。だから、市町村ではちょっと役不足。だから都道府県ってことになってますんで。ね。この広域的って言葉を使ってこの結論ちょっと押さえてみてください。ちょっと市町村では役不足かな。これ、都市計画区域の中をこれ二つに分けるのは、ちょっと市町村では役不足かな。そんなイメージですね。で、あと、客中ですね。 で、これね、一応ローマ数字の2番がこれ振ってあるんですよ。で、これ上の本文のどこ言ってるかというと、ここですね。ちょっと見にくくてごめんなさい、これ。ここ。この帯番号2-2のね、都市計画の方針、マスタープランとかですね。で、これにタイアップするのが客中のローマ数字2番です。で、これは1回読んでおけばいいです。都市計画区域について定められる都市計画は、当該都市計画区域の整備、開発、保全の方針、マスタープラン。 に即したたたものででなななけれればならないってこここ当当りり前前ととすよね <laughs> 当たり前のことだからこんなのね何回も読んで覚える必要ないですね一回読んで「あ,あ確かにそうだよね」ねこれそれが納得できれば本番でも本試験会場でも同じ思考ができますからねこういうのは別にガチガチに覚える必要ないですねいかがでしょうじちょっと一息入れます。 はい。それでは最後の第4ユニットに参りましょう。ではですね、テキスト今度6ページを開けてください。こちら。よいしょ。帯番号2-4ですね。こちらを見ていきましょう。で、またね、ちょっと、よいしょ。ちょっとちっちゃくしますんで。よいしょ。ちょっとちっちゃすぎかな。よいしょ。ちょっと先にね、マークを押しちゃってください。こちらね。で、これ。 用途地域これから見ていきますけど第2種頭に第2子がつきます主としてで下いきますよこちらもそうね第2種中高層第2子がつくと頭に主としてがつくよこれもそう7番なるね第2種住居やっぱり主としてがつくよもうちょっと境界がいいかなこれぐらいで見えますかねで丸八準住居道路の沿道こんな形です 商業地業地地域域として工ここは2つにちょっと分けてほしいですね「主として」っていうのと「環境の悪化をもたらす恐れのない」ってこれはキーワードなんであと下行って今度、えー、と12番「工業地域」これも「主として」ってところですねで一番下「13種類だよね」ねこれ改正であの12種類から13種類に増えてましたよねこれねあとちょっと即中いきますでこちらねコメント欄ですよいしょ ここも、ね、しっかりマークはしといてください。で「丸1」「高級住宅街」で「丸2も高級住宅街」で「丸3」ですねここ「農地のある低層住居専用地域だよ」っていうことであと下はいいですここ側中下まではマークはしなくてもいいですで今度右のページこちらもちょっと先取りしてね先にやっちゃいましょうよいしょでまず本文からここねしっかりマークしといてくださいこれよく出ますよここ本当によく出ますんで。 ですね、あと下もいいですここ本番ねでちょっと側中いきます7ページの側中のコメント欄ねよいしょ「マル8」「幹線道路」「あと駅前商店街」「環境悪化の危険な製品を製造する工場をこれ除くね」ねあと一番下「もうめんどくさかったらもう全部 B でいいですよ印つきちゃって構いませんからあんまり私結構細かく分けてねマークする,ある癖がありますけどねこんな感じで。 も見くさんったら全部ビーと,しとにかく印つけとけばあったよね皆さんの目に入ればそれでオッケーですからねじゃあこんなとこですですねじゃちょっと左に戻ってくださいよいしょちょっと待ってちょっとちっちゃすぎたかよいしょで帯番号二の四ですねこちら見ていきましょう土地利用の制限ってことでですねこのあとですか土地に入っていきます 今回冒頭から申し上げている通り都市計画法って土地とものづくり土地とものづくりこの2つに二分できるんだよってやったでしょこれから見ていくのは土地です土地いいですねその視点で見ていってくださいねでもうちょっとお客かいかなこちらここね用途地域って言葉が出てきましたもう宅建やって方はねもういいよってもう散々やったよっていうね おっしゃる方少なくないと思います。これ、宅建でもがっつりやりますね。で、ちょっとこの括弧コの下見てください。土地利用の計画。土地ね。で、地域地区を定めることができると。こう、地域地区。で、地域地区で基本となるのが用途地域だよ。で、これを補うのが補助、補助的地域地区だよってことで。だから、これ、ちょっと文章だとちょっとわかりにくいかもしれませんけど、この地域地区っていうのはこれが一種の上位概念なんですよ。 上位概念ですこの中が用途地域と保持的地域地区に分解できるよってことでこの用途地域と保持的地域地区を合わせたのが地域地区っていう概念なんですよこれでベースは用途地域ですここに書いてあるように基本ベースになるのが用途地域でこの用途地域を補うのが保持的地域地区でこの2つを足したのが地域地区だよってそういうことちなみにこれ覚え方この地域地区の覚え方ですけどこれ用途地域の地域 とあと保持的地域地地域区区の地区、ね、それぞれお尻の2文字くっつけたら地域地区になりますから。<laughs> で,す、ね、であと用途地域入ってきますけどこれね13種類になってますから、ね、皆さんの中で以前「いや自分が勉強しとき12種類だったけど」っておっしゃる方い,いらっしゃるかもしれませんけどねこれえで今,今から3年ほど前ですかねあの改正でねこれ1個追加されました。こここのの住居っていうのがねここ で、種類になってるんでこれ気をつけてておいいください、ね、でここね、左がこれ、用途地域の種類ですね、名前が上がってて、右に内容が上がってます。で、内容を見るとね、なんか皆さん、なんだこれ、全部抽象的で何言ってんのかなって、おそらくね、お,しおっしゃると思うんですけど、これ全部条文の表現です、これ。条文そのままコピーしたんですよ、これ。 だから条文が全部それぞれの用途地域についてこんなね、あの抽象的な定め方しかしてないんだけどね。一応即中ですね。こちらにそれでね、一応具体的なイメージを乗っけてありますから。これね、全部、一個一個全部覚える必要ないですよ。あの、また復習の時にね、この講義を聞きになって、またテキストを読んで復習するときにね、あ、この用途地域具体的にはこんな場所なんだ、こんな建物建てられるんだとか、そういうのをね、この即中でご覧になっていただければいいです。で、これ自体は、 このそれぞれの用途地域の具体的なね、あの建てらあの場所ですね。こんなら全然試験で聞かれませんのでね。じゃあこれ試験でどこ聞いてくるのかよっていうとこれです。<laughs> 名前と右の内容を結びつける問題しか出ませんここ。他 <laughs> 県と同じです。左のねこの用途地域の名前と右の この条文で規定するこの抽象的で分かりにくい内容を結びつける問題だけですこれしか聞いてきませんだから全然心配しなくていいですねこちらでこれ一応ねさっき皆さんにこれマークしていただいたんですけどまずいきますよまず一番左側からいきますこれ住居系商業系そして行きましたね工業系 まずこの13種類の用途地域がねこれ十三種類ねこの3つに分類できる用っていうのをまず頭入れてくださいですね住居系と商業系と工業系でちなみに住居系が8つ八個で商業系が2つで工業系が3つねこれ頭入れてくださいですねこれここは時間かけていいですここは時間かけて OK たけやった方はまだご記憶にあろうかと思いますけど、今回初めて勉強するよって方、ここは時間かけてもいいから、絶対ガッチリ覚えてください。ですね。で、試験で出るのがさっきも言いましたけど、左の名前と右の内容を結びつけるだけなんですよ。で、その時に、これ、キーワードを覚えてほしいんですよ。ね。で、いきますよ。まず、住居系は8つあります。第四定層から、えっ、ー、と、準住居まで8つ。で、 名前、住居系の用途地域8つあるんだけど、8個あるんだけど、この8個のうち、名前の頭に第2種がつくやつ、よく見てみて。さっき皆さんにマークしてもらったんだけど、3つあるでしょ。三つある。第2種低層と、第2種中高層と、第2種住居。3つあるでしょ。三つあるでしょ。ね。で、住居系の用途地域8種類のうち、 名前の頭で第二種がつくとご覧ください内容の頭にとしてがつくんですよ。これで覚えちゃってここもそうだから例えばね一番上からいきますよ第一子低層住居専用地域でその下が第二子低層住居専用地域、ね、この低層ってこのあとね左でまた見ていきますけどもねこれ高級住宅街なんですよ だから高い建物を建てられないの。それで低層って書いてあるんだけど、大使低層。こちら内容を見てみて。低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域になってる。で、これが第二十になるとどう主としてがつくだけなんですよ。上の大使に。そうでしょ主としてがつく。で、皆さん聞きますけど、主としてがつくと、これ意味内容ってどういうふうになるのどういうに変わるのこれ、主としてで足りるから、 これ意味内容が薄まるでしょもっと言うと、規制が緩くなるってことなんですよ。これイメージとして押さえてください。だから、この後やりますけど、大四低層住居専用地域だと、本当にね、建てられる建物が制限されるんですよ。高級住宅街だから。コンビニも建てられないんですよ、これ。だけど、第二種になるとコンビニ OK になる。ね、そういうところに出てますから。だから、首としてってこれどういうことかなと思ったら、あ、これ規制がちょっと緩くなるんだなってことでね、思い出してみてください。 ね、でいきますよで覚え方だけどねとにかく住居系の用途地域8種類のうちですね今住居系だけ問題にしてますよ商業系工業系ちょっと無視してね住居系用途地域8種類のうち名前の頭に第2種が付くやつが3つあるで名前の頭に第2種が付くと内容の頭に種としてが付くよこれ覚えちゃっていいですねこちらねまずこれがポイントであと もう一つがね、この住居系8つのうちの最後、8番目の準住居地域。これは道路の沿道で覚えちゃってください。これこの後やりますから。今度は要領です。ね。今真っ先にちょっと皆さんにね、絶対覚えてねーっていう内容からお話してます。よしですね。で、あと、次、今度商業系行きます。商業系が2つ。で、近隣商業と商業地域2つある。で、これも同じ要領です。ね。これ、キーワードでこれ覚えちゃってください。ですね。こんな形で。 結びつけれるようにいいで,す、ね、こちらであと最後工業系3つある準工業と工業と工業専用地域ねでこれもご覧のようにこれキーワードでやっぱりね結び名前と内容結びつけられるようにしてくださいですねで覚え方ちょっと言いますさっきね住居系さっき8種類あったんだけど住居系はさっきお話し,しましたね住居系は8種類あって名前の頭に第二種がつくと。 内容の頭に人としてががつくくよよ規制が緩くなるよってやっや、ね、でそれに対して今度残りね商業系工業系5種類見てください商業系工業系5種類これ一気にやりますねで名前の文字数,数えてみて「近隣商業地域」6文字そうでしょちょっと書きますよ6文字 この5つのつ商業系工業系合計5つの用途地域のうち名前の文字数ねこれ九の近隣商業地域は6文字あと一番下工業専用地域これも6文字でしょ6文字いいでしょねで6文字以外3つあるでしょ商業と準工業と工業はね名前の文字数6文字以外のものは内容の頭に詞としてがつくよってこと。 これ覚えてみて。いいですね。ここはちょっとめんどくさいけど、名前の文字数で使ってみてください。ね。近隣商業地域6文字。工業専用地域6文字。だからこの2つ以外の残り3つは内容の頭に主としてがつくよってこと。これで覚えてみて。ですね。こちら。こんな要領です。これでもうほとんどの問題解けますから。<laughs> 簡単です。簡単。 で、あとこの後、ちょっと側中ですね。ちょっと側中見て、それぞれの用途地域がどんな場所なのか、ちょっとイメージを軽く、軽く、ちょっと確認してまいります。で、いきますよ。これ上はいいです。これあ最後にやりますから、このコメントの一番上ね。これ最後にやるんで、ちょっと置いときますよ。で、こちらから大きくして。まず、第四低層いきます。もうこれさっきお話しましたね。高級住宅街です。一戸建てのね、並ぶ閑静な高級住宅街です。 だから、行くと、これ、高級住宅街っていくと、本当に高い建物建ってないですよね。建てられないんですよ。高さ制限があるから。そういうこと。だから、本当に風通しも良くて、日当たりも良くて、だから、まあ、高級住宅街なのかな。そんな感じですね。で、これさっきちょっと軽く言いましたけど、ここはコンビニ建てられないんですよ。建てられない。いいですね。これ、また後でやります。で、次、今度第2種これがこうね。市として、ちょっと規制が緩くなる。で、ここはコンビニ OK になるんですよ。 同じ高級住宅街だけどコンビニに立ちていいようになる。ですね。で次、この田園住居。これがね、3年、4年前ですかね、改正にね、あの四半世紀ぶりに、用途地域、ね、これ、改正で追加されたのがこの田園住居です。これ。で、これは、一応、ここにも載っけてますけど、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域って、残っちゃって感じですね、これね。わかりにくいでしょ で、これで押さえてみてください。農地のある低層住居専用地域なんですよ。これ。で、くれぐれも勘違いしないでほしいのがね、田園住居って聞くと、なんか山奥ってイメージあるでしょ。山奥じゃないんですよ。山奥じゃないの。これ。あくまでも、これ基本的には市街化区域なんですよ。ビルをどんどん建てる市街化区域なんですよ。ただ、隣に農地があるよ。そういうとこ。 だから農地地のある低層住居専用地域なんですよこれ、ね、だからイメージとしてはこれもねちょっと下手くそな字で申し訳ないんですけどねこれまあ高い建物建てられません、ね、これ立派なね戸建て住宅で横にこんな畑があるようなイメージですねポン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 とこのイメージです家の横に畑があるよだから山奥じゃないんですよ山奥の 畑が対象じゃないんですよ。これが田園住居です。これ気をつけておいてください。だから農地のある低層住居専用地域なんですよ。ね。隣に畑があるよ。こういう低層住と住居です。ですね。これで一応これ内容ですけどね。農産物直売所、農家レストラン等の農業用施設の立地を限定的に認める。で、大手大手低層では立地負荷のところですよ。ということでこれだけ読んでもちょっと分かりにくいと思うんですけど、これね。 実を言うとね、えっ、ー、と、このテキストの、もうちょっと後ろの方にまとめて、これ田園住居抜けてあるんですよ。ちょっと今回はね、あのやりませんけども、えっ、ー、とね。ページで行くと、ちょっと29ページ開けてください。合格基礎テキスト29ページここですね。あ、ごめんなさい、こちら。ここ、まだマークしてません。これね。おみ番号4の六です。2十、えっ、ー、と二十ページね。29ページです。で、田園住居。ね、ここにいろいろまとめてあるんですけど、これまたね。 その時にやります。ちょっと裏のページ見てください。30ページ。コメント。ここに、ずらずらーっと、この田園住居の説明私に載っけてますんで、これはその時やります。今回やりません。ですね。ここでまた改めて詳しく、あので、あの、田園住居地域ありますから、ね。とりあえず、田園住居は一回置いといてください。ね。で、ちょっとこちら、6ページにお戻りください。またこの時詳しくやりますから、ね。とりあえず、山奥じゃないよ。ね。これ、農地のある低層住居専用地域だよ。って ね、このイメージだけちょっと気をつけておいてくださいよろしいですねで次で今度第1種中高層この「丸4ですねこれがちょっと即中続けますよで第1種中高層住居専用地域どんな場所かというと中高層のマンションや小規模店舗が立ち並んでいる住宅地ねで次今度第2種でこれ第2種がつくとさっき言ったようにこれ市としていうことでちょっと規制が緩くなるだから建てられる建物が増えていくんですよここやや大きめな店舗や事務所などが存在しにぎわってる 住宅地これが第二種中高層。で、続いて今度第一種住居。ここね。で、第一種住居地域っていうのは、一戸建て住宅と中高層マンション。ね。あと大きめな店舗やホテルなどが混在するとこですよ。ということで。で、あと続いて今度第二種住居。ここまたさらに緩くなって。これ第二種だから。ね。市として,てこうやって規制緩くなって、さらにもっといろんな建物 OK です。カラオケボックスとかパチンコ屋。で、こういうのも建てることができるよ。そういうところ。 で,で,で、今度は8番。えっ、ー、と、準住居地域ね。これは比較的大きな道路。幹線道路です。幹線道路。沿いの地域で、大きなパーキングがある大型スーパーマーケットだとか、あと自動車のショールームなどと、住宅とが調和して存在するところですよ。こういうところにね、大体この準住居地域指定されるんですね。ポイント、幹線道路です。片側3車線とかの広いね。 幹線道路いいの場所をイメージしてみてみくださいで、これ、幹線道路ってことで、ちょっと戻りますよ。これ、8番の準住居地域ね。左のページの表も取ってください。準住居地域。これ。さっきキーワードが道路の沿道ですよってやったでしょ。この道路が、幹線道路ってこと。いいですね。これで結びつけて覚えておいてください。準住居だよってこと。 で、次、今度商、えーと、商業系行きますよ。また右のページを戻りください。で、今度、9番、近隣商業地域。これは駅前商店街ですね。主婦の方が気軽にサンダル履きで買い物できる場所をイメージしてみてください。で、あと、次、今度、10番、商業地域。もうこれはねも、もう繁華街。あるいはオフィス街です。オフィス街。とにかくもう人が賑わってる。そんな場所です。ね。一応、こう、新宿、歌舞伎町とか書きましたけど、そのところ。 では次今度工工業業系ですけど11番純工業地域これまたちょっと気をつけてほしいんですけど環境悪化の危険な製品を製造する工場を除くねあらゆる種類の建物が混在するところですってことで一応例としてはね町の中の小さな木材工場乗っけてますけどまあ印刷工場なんかもそうですね私の家の近所なんかねそうですねこれねちっちゃいちっちゃい印刷工場です。 だから環境悪化の危険な製品を製造する工場は除外されてるんですよちっちゃいから除外されるとそんなイメージですちっちゃな木材工場、工場あるいは印刷工場ってこといいですねだから環境悪化の危険な製品を製造する場合はこれダメですよ純工業地域に指定できませんからねだからちょっとこれも戻りますけど11番ねこちらねこれさっき主としてやったんだけど今度これこちら 環境の悪化をもたらす恐れのない。で、これもキーワードです。純工業地域の。ね。これもキーワードなんで。だから、環境悪化をもたらす恐れのないというキーワードもし問題文で見つけたら、あ、これ純工業地域のキーワードだったな。わかるようにしといてください。ね。で、またちょっと右のページ戻っていただいて、今度、えっ、ー、と、12番。工業地域。 ね、これはもうね、あの、大きな自動車工場の場所をイメージしてみてください。で、最後、13番、工業専用地域。これはもう臨海コンビナートです。煙突から煙、黙々の、まあ、およそちょっと住みたくないな、とかですね。こんなイメージでね。ね、まあ、ざーっとこんな感じで、それぞれ用途地域のね、あの、イメージ。ね、これをご覧いただきました。ね、また後でご自分でね、復習の時に一回ざーっと目を通してみてください。ね、あの、何回も言いますけど、このね、どんなあの場所かっていうのね、あの、そのイメージですね。あるいは種類。 どんな具体的にどんな場所を指すのかとかそんなのは本番で出ませんからねこれは何回も言いますけど本番で出んのこの名前とこの内容のねこれを結びつけるだけですからその時にこのキーワードこれが役立ちますよねこれをねあの目印にしてくださいねそういうことですねこちらそういうとこですで最後いきますちょっと大事なとこなんですけどもこちらさっきねあ後でやりますよって申し上げたでここで最後整理します用途地域 今ずっとね、この13種類の用途地域お話してきましたけど、そもそも用途地域って何なんだよね。これ簡単に言うと使い道を定めた地域のことなんですけども、これね、今ずっとね、例えば大使低層の場合はね、これ、高級住宅街だからコンビニ建てられないよってやったでしょそういうことなんですよ。そのために定めるのが用途地域です。ね。それがここに上がっています。用途地域が定められると、用途規制。 これがかかって好き勝手に建物を建てられなくなっちゃうんですよ。これいいですね。このそのために用途地域っていう制度があるんですよ。で、ここでね。用途規制って言葉はちょっと c つきますよ。で p34 って書いてあるんで、ちょっとこれ。34ページ開けてください。こちら建築基準法です。ちょっとちっちゃくしますよ。 宅建やった方はすぐわかると思います。これ、建築基準法で用途規制というのを勉強するんですよ。用途規制。ね。また詳しくは建築基準法の時ありますから、ちょっと軽く聞いといてください。で、この表をよく見てください。もう、卓研やった方はなんかもう見たくねーぞっていう感じの方はも少なくないと思うんですけど、これはね、上、見てください。13種類の用途地域はずらずらっと並んでる。で、丸は左に上がったこの建物が建てられますよっていう意味なんですよ。 で、罰は建てられませんよってこと。これが用途規制ってこと。でですね。それぞれの用途地域に建てられるのが丸。建てられるのが罰。そういう。これを用途規制って呼んでます。よろしいですね。こちら。で、ちょっと左側。よいしょ。としますよ。この、えっ、ー、と、34ページの用途規制の表なんだけど、一番左側見てください。第一低層です。高級住宅街。 で、下ずっと降りてって、ずっと降りていくと、下から二段目見てみて、物品販売店舗飲食店1って書いてあるでしょ二丸括弧で2階かかつ150平米以内。ね。これで、コンビニなんですよ。で、バッテンです。そういうこと。いいですね。だから、その場所がね、その場所が、大四定層住居専用地域に指定されると、コンビニが建てられなくなるよ。 これいうのを用途規制。って呼んでるんですよです、ね、でそうやってそれぞれの場所にふさわしい建物を建てられるようにしてまたふさわしくない建物は建てられないようにして、ね、計画的なまちづくりを図っているってことこれを実現する制度を用途規制って呼んでるんですよ。用途規制。ね、またそれを実現する前提のね制度を用途地域って言ってあの例の13種類定まってます。 でねタッキーって方わかると思うんだけど今回ちょっと特に初めて勉強するよって方に向けて申し上げておきますとちょっと戻りますよ今この建築これ建築基準法のね用途規制の表なんだけど最終的にはこのね用途規制の表これ皆さんに覚えていただきますこれこの丸とバツ覚えていただきますただねあの心配しなくていいですいろんな語呂合わせとかもねこれお示しするんでこれ覚えるのすんの難しくないんで全然心配しなくていいんですけどただこの丸バツをね 覚える前提として、この順番で、用途地域を覚える必要があるんですよ。だから、まず一番最初、一番左側が大師提訴。で、一番最後、一番右側が工業専用地域ってことで、これ臨海コンビナー、やったでしょこの順番で、用途地域言えるように頭に入れてください。そういうこと。これがちょっとめんどくさい。ね。だから、よ、だから皆さんにね、用途地域行ってみてください。 行った時にいきなりねあの準住居とか言っちゃダメなんですよまずは第一定層から始まって第二次定層、ね、あと準ああと電園住居、ね、あと第一中高層第二中高層ってあの表の順番通り言えなきゃダメなんですよそれが言えないと <laughs> 結局この用途記者の表も丸バスが頭入りませんからいいですねこれ卓球やって方は分かると思うけど初めてねこれ勉強してるんだって方はねね今向けて申し上げてますけどこの順番でここもやっぱ時間かけて OK です 1> 第1提訴第2提訴この順番でこの名前頭13個入れてってくださいでちょっと戻りますよこの6ページこの表もねこれこの順番です、ね、これを前提にね頭ああのね名前を頭に入れてってください要するにですねこれ覚えないとこの順番で覚えないとこの建築基準法の用途規制の表も頭入りませんのでそういうこと、ね、ここは時間かけて OK です。ですね。 でそうやってちょっと戻りますよ最後整理ねこちらご覧ください以上だからそれがねさっきの大師低層に指定されるとコンビニ建てられないよでそうやってそれぞれの場所ごとにふさわしい、ね、建物で建てられるようにして計画的なまちづくりを図っているとそのための制度が用途地域だよでそれからここです、ね、用途地域が定められると用途規制がかかって好き勝手に建物建てられなくなるよ ね、こういう言いい言方しますこれは大事なとこなんでちょっとねこれはねこの後もうこれ都市計画本のとこでねもう何回も何回もこのロジックこのロジックねこれ使えますからこれしっかり覚えちゃってください。用途地域が定められると用途規制、ね、34ページで建築基準法でやりましたねがかかって好き勝手に建物建てられなくなるよ このロジックはしっっかり覚えちゃってくださいで最後ちょっと整理してこれで終わりますけどもちょっと上にねこうスペースがあるんでここねえっ、ー、とね都市計画法ここに書いときましょうねですね都市計画法ですねで都市計画すぐ下にこれ用途地域ってちょっと書き込んどいてください。 と用,用途地域ですねでその下に今度ちょっと丸カくんにしようかなえっ、ー、と第一種低層低層までしますねちょっと長いんで、ね、名前がねここ見えますかねちょっとぼやけちゃったかな まず都市計画法って書いてすぐ下に用途地域って書き込んでくださいで一番下に大師提層これね大師提層住居専用地域ですこれ出しますですねで今度右側にえっ、ー、とね書けるかな入,る入りますねこね建築基準法って書いてください建築ここでねちょっと整理しちゃいましょうね建築基準法ですね でその下に「用途規制」って書いてくださいここ「用途」えっ、ー、と「規制」ですねでその下丸カッコこれも丸カッコしましょうね「コンビニダメ」<laughs>「コンビニダメ」って書き込んでおいてくださいこれですですねこれ大事ですよ ちょっと、ちょっと、もうちょっとちっちゃくし,よういしょ。ちょっとピントが合うかな。これです。で、ちょっとこれ太いペンでね。いしょいしょこんな感じです。いきますよ。都市計画法で、このご覧の十三種用途地域。あります。 で、もしその場所が大使低層住居専用地域に指定されると、ね、建築基準法の用途規制がかかって、コンビニもダメ。建てられなくなるよ。これです。これがこの側中のコメントの、用途地域が定められると、用途規制がかかって、好き勝手に建物が建てられなくなる、建てられなくなるよっていうこのロジックの具体的な意味です。これはしっかり頭にいてください。この後都市計画を勉強するときに、このロジック頻繁に使いますから。 いいですね。で、気をつけてほしいのが、この用途地域、これ13種類。これは都市計画法で規定してる。それに対して、用途地域を定めることによって発生する用途規制。これは建築基準法で規定してるんですよ。だから、二つの法律にこれまたがった内容になってる。それゆえに結構この辺ね、あの理解にね、あの苦労する受験生の方は少なくないんですよ。二つの法律またがってるよ。用途地域は都市計画法。用途規制は建築基準法。 そういうこと。いいですね。これで覚えましたね。いいですね。このロジック、この後ね、都市計画を勉強するときにもね、いろんなところで使えますから。ね。だから、用途地域を定めると、用途規制かかる。ね。大師低層住居専用地域に指定されると、コンビニが建てられなくなる。これで覚えておいてください。このロジック、非常に大事です。 じゃあ時間過ぎましたので今回ね1回目の講義以上といたしますで復習の時のポイントですけど講義の中でね私が皆さんにマークしていただいたあとさらに解説した部分を中心にぜひお読みになってみてくださいで私が触れてないとこは基本的に読み飛ばしちゃっても構いませんでできるだけ最初ねこの合格基礎講座の中ではこの合格基礎テキストに慣れ親しんでほしいんですよ皆さんの中でねいやもうすぐ足別やりたいんだって方も少なくないと思いますけどねここはちょっとグッと我慢して。 まずはやっぱり基本的な知識を抑えてほしいんで、ね、できるだけこの合格基礎テキストに馴染んでんででほしいすよだから復習する時はね私が講義の中で、ね、取り上げた知識、ね、マークしたりあるいはねいろいろ解説した部分を中心にぜひ一回はざっと目を通すようにしてみてくださいそれぐらいで結構ですから、ね、あ私が基本的に飛ばし読み飛ばしあの触れなかったところ読み飛ばしちゃっても構いませんから、ね、その代わり私が解説したところあるいはこれ絶対覚えてねっていうところぜひ中心にしっかりと読んでいくようにしてください。 いいきななり覚える必要ないですそれやるとなかなかちょっと勉強が苦痛になっちゃうと思うんでいきなり覚えなくても一応読んでいく読んで意味を考えてい、ね、く形で十分ですから要するとですね一応そういう形でぜひ復習の時は合格基礎テキストを読み返すこれをぜひ実践なさってください。いいですね、じゃ以上でで終わりますお疲れ様でした